本当は20代僕たちに月曜日は来るのか。こんばんは。どうも。どうも。はい、本装20代始まりましたね。今日第何回ですか？145回だそうで。はい。はい。今日なんでね、我々がヘルメット水谷じゃなくて、ね、いるかというと、今日忘年会ということでね、もう今日14日ですね、12月の、はい、やっていくんですが。誰ですか？あ、僕たちは。そうですね、僕武田拓と言います。何回か出させてもらってる杉庵の、後輩ですね。杉庵の部下で、杉庵と同じワークショップやるところで働いております。松崎さんは誰ですかね？はい、松崎です。本装だと、なぜか生粋のマリノスファンとして2回登場してしまった松崎です。今年2回出ましたね。そう、今年出ちゃいましたね、2回も短い期間で放送全部見てますけど、短い期間であんなに出たのはあなたが初めてなので、結構すごい人、もう準レギュラー獲得してます。そうそうそう、準レギュラー感あります、ね、はい。で、今日やっていくんですが、この後僕たちは、1回引っ込みまして、杉庵とヘルメがね、いつもの企画を毎年これのやってくれるということになってます。で、杉庵がやってくれるのが放送今年の一文字、はい、今年の一文字コーナーをやってくれます。で、ヘルメが、本装アワード2017をやってくれます。はい。ってなるんですが、今週もね、メールが欲しいと思っております。はい、いつものようにユーザーの皆さんから支えられていただいてますと、我々は。はい、こちらのメールちょっと読み上げてもらえますか？はい、honsou@dmcr.tv です。honsou@democra.tv というところで、よかったらメールください。で、あとツイッターの方もね、募集しております。ハッシュタグ本装20 honsou20 で、リプライを送っていただけるとすぐ確認ができます。はい、で、あともう一個、ハッシュタグでも本装20で、募集しておりますので、よかったらメッセージいただけると我々嬉しいです。はい、はい、そうなんですね、今日生放送じゃないんですね。そうなんだ。そうです、これ収録なんですね。実はすいません、生放送の手で喋ってましたが、収録です。はい、で、早速バトンタッチしますか。あ、その前に番組の説明ですね。初めて見る人もいるかと思うので、松崎さん、これどんな番組でしたっけ？ですね、この番組はですね、もうタイトルのもう本装20代と、もうそのままですよ、本装してる20代をゲストに呼び、そうね、いろんな20代を、そう、分かってもらうっていう、ゆとりだとかね、そういうことです。いろいろ言われるけども、そういうことです、いろんな20代いるぞと、いろんな多彩なゲストをね、お呼びしているというのはこういう番組になってます。はい、では最初はヘルメさんが、今年の本装アワード2017をやってくださるそうなので、バトンタッチをしたいと思います。では、こちらにいらっしゃっていただいて。こんばんは。いやー、もう早いもので今日は忘年会ということでやっておりますけど、いつもね、毎年いろんな人呼んでいるので、今日もその模様が実はこの観客席側にいらっしゃるというので、ちょっと一瞬映しちゃってもいいですか？あ、こんな感じですね。今日はなんか VR 彼女っていう、何ですか、彼女の部屋の中で彼女となんか触ったりイチャイチャしたりできるやばい機材が、こういったゲームなんですけど、ちょっと邪魔な、はい、まあこういう見えてない
ちょっと上、上、ちょっと上に、上、ちょっと上に上げてもらって、ありがとうございます。女の子の部屋に行って、まあ、あの、勉強教えながら、ちょっとイチャイチャして。女の子の部屋に行って、勉強しながらイチャイチャできる。やつ。もう、あの、プレイしてるところは、本当にもう、やばい絵面になりますからね、これでね。やばい、やばい絵面になっているやつ。で、あの、行くとこまで行けるという。ゲームらしいので、一応本当に月曜日が来ない場合があるので今回は裏で遊んでいるという状況になっておりますが、ということでもう最初のコーナー行っちゃいますね。あの毎年恒例のこちらです。あれ映ってますか。はい、本草アワード2017。2017は毎年ね、今年は 何回来てたのかな、今年の1月、今年はね1月1日のスペシャル放送から始まってですね、全49回やっておりました。でゲストの人数はこれ何人なんだ、49人プラス559人の総勢ゲストがいらっしゃってくれました。でその中でこう毎回2時間やってきた中で、本草アワードではですね、世界を良くするグッドシングス部門と、グッドシーン、グッドシングス部門とグッドシーン部門の2つに分けてベスト3を僕の独断と偏見で紹介するというコーナーになっております。でちょっとね、まあそういうコーナーなのでもういきなり行っちゃっていこうかなと思いますが、一応あの今日は、まあ、コメンテーターの方で葵さんに来ていただくております。今日はあの本草アワードということで、はい、葵氏はでもすごい最近だよね。そうです、135回だからね、940。はい、まあでもなんだかんだ2ヶ月ぐらい前か。はい、ですよね。そうですね。ちなみに見たことある、他の回とか、自分の回とか。他の回見ましたよ、友達の出てる回とか見て。あ、本当。はい、まあ、あのいろんな回があるので、そこから あの僕が独断と偏見で選んでおりますので、まあ僕が選んだ後に、はい、見せて何か言うという立場になっております。あつ森とか言ってればいいってことですね。はい、あつ森で、あつ森、わかりました、はい、任せてください。はい、あつ森でも、あのいやもんでも何でも大丈夫ですけど。ということで、まずはあのグッドシングス部門からいきたいと思います、はい、で一応独断と偏見とは言ってるんですが、基準がありまして、ほう、あの選考基準は1個目は面白さ、面白さ、はい、この何か言ってるようで何も言っていない基準、はい一応あの何かだけを排除した基準ですねそうだね。じゃあ狂気と知性が深いところでつながってるかどうかっていうのが、なるほど、面白さの、なるほど、基準になっております。なるほど。一応2つ目、はい、社会汎用性、社会汎用性難しい言葉出てきましたねまああの多くの人にね、はい、こう、まあ、特にグッドシングスなんですけどね、はい、こう多くの人にこう、あ、これはグッドシングスだねって言って自分でも取り入れてもらえるようなやつ、なるほど、である、この2つの基準、面白さと社会汎用性、汎用性、なるほど、これでやっていきますので、じゃあちょっと最初の僕が選んだ、グッドシングス部門の、はい、ベスト3位、ベスト3位をやります。はい、でですね、3位のタイトルは、よいしょ、テンガです。テンガってはい、知ってますか、テンガ。ジョークグッズですよね。ジョークグッズって言うんだ。そうそう、そうですね。ジョークグッズですよね。そうです。ジョークグッズです。のテンガを、世界グッズシングスで、はい、あの紹介してくれた方がいましてですね、それをちょっと紹介させていただきたいと思いますね。ちょっと待ってください。これを、
こうしてよ。はい、行きましょう。3つ目のコーナーがこちらですね。はい、あの世界を良くする、まあ、自分が普通に使ってても良いんだけど、こう他の人にもね、ぜひもし知らない人もいたら、または知ってるけどその良さを実はこんなところあるよっていうところだったりとか、その自分がいいと思うのをこう独自の視点で、新しいものでも、もう皆さん知ってるものでも構わないので紹介してもらって、はい、世界良くしこうというものですが、はい、すごい今日も良いものは紹介してくれるんですかね。言ってください。はい、はいはい、世界を良くするグッドシングスはこちらです。じゃんって4つもあるんですこれはなんかこれは全部バラバラのものではなくね。あ、もう全部あれです。テンガシリーズなんですけど、テンガシリーズです。はい、皆さん、まあ、テンガって知らない人いるかちょっと教えてもらってもいいですか。そうですね、テンガとは、セルフプレジャーアイテムの一種でして、セルフプレジャーアイテム、まあ、はい、あの一応多分放送コード的にはセーフな言葉かなって、まあまあ、まあ、いわゆるこれもうコードないからもう、はい、まあ男性の、ここまで来たらしょうがない、だって実物出してんだから、男性のそれは何なんですかね、はい、男性がまあそのよくやってる行為を補助する、はい、そのセルフプレジャーグッズという、なるほど、あります。で、まあこちらが多分一番あの、まあ、まあ馴染み深いというか、いや、これは馴染み深いですよね、はい、もう要はその、まあ、物にこう入れて動かすっていうやつなんですけど、こっちから、こっちからですね、こっちから入れて、こっちにも実は穴が開いてて、はい、こっちの穴は実は空気の通り穴なんですね。なるほど。なのでここを指で押さえてやるとこう気圧の中のものがありますね、うん、はい、ここをこうやると中の気圧がすごい低くなるんですよ、うん、その時にすごい快感が生じるという、ほう、つまりそのこいつ何やってんだろうね、何やってんだろう、それは快感がそれは閉まるってことですか、なんかこう気圧がこう、そういうことです。なるほど。めちゃくちゃ吸われてるような感覚がするんですよ。あーはははジボボボボボボボってこうちなみにこれ、これを、はい、これはじゃああの気温じゃ閉じてやるんですか、この穴を。そうですね、まあ閉じてやった方が基本気持ちいいと僕は思います。けど例えばそれをまあこうね、ランダムにこう閉じてやってみたいなやることで、そのパターンをちょっと変えることができたりとか、なるほど、気圧の変化を変えることができたりとか、なるほど、結構楽しみ方のバリエーションもありますよ。これ女性の方も見てるんですか。これ確かにこれはなんかよくこうね、紹介されたりしますけど、こっち僕全然見たことがないから。そうですね、違うやつ3つも来てますからね。からまあ読みましたよ。テンガって10年前にできた、まあ11年目かな、もう12年目かな、まあ結構いろんなシリーズで出してるわけですよ、はい、まあこれを皮切りに、はい、こちらあの去年出たやつかな。これ何なんかテンガの、はい、開発部の2年目ぐらいの人が作ったやつらしいんですけど、はい、あのこれちょっともう開けちゃおうか。あ、まあさすがに実演はしないですけど。やめてよマジで。そうなるともうあれでも結構厳重に入ってるな。これはえちょどえこれは中開けないとわからないものな。そうですね、開けるとだいぶわかりやすいかなと思って。はい、すごい。これはなんか螺旋状の基本的にこう開けて。これはあのスタンドなんで、あんまり今は使わない。おしゃれ、なんか後でこれ保存するときにこうやって刺して保存してみて、保存してみて、これこうやってこう立ててオブジェ状にしてなんかいいこれあのなんかデスノートのあの新しいやつでさ、菅田将暉くんがいっぱい持ってたやつに似てるこれをいっぱい机の上に置いてた菅田将暉くん。おい、須田まさきなんてこと言うんだ。いや、ほんとほんと、だからデスノート新しいやつ見た人は、あ、これ須田まさきくんいっぱい机の上に置いてたって。調べるか、うん、デスノート、うん、まあだから須田まさきくんつながりなのかどっちがなのかわかんないけど、うん、まあこれのすごいところはですね、あの、まあこのさっき紹介したテンガのディープスロートカップっていうのがあるんですけどえ、これのあった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 でしょ、これ見てみて。須田まさき、須田まさき問題はちょっとあったっしょ。俺あの1枚目に出てきたんで、もうどうしようもない。ほら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 、こういう螺旋状のものを、螺旋状の
白いもん。だから1個紛れてた可能性もある。完全な悪口。わかんないよね、これは。何を言ってるかつけるのに。まあまあ、で、これはどういうふうに、はい、こっちはスタンドなんで、まあ、本体ではなくて、これはですね、この形を見ても分かるように、こう、螺旋状の動きがあるんですね。あ、まさに、菅田将暉もこう同じことをやってる。マジで、つまり、まあ、ちょっと仮にこれがその棒だとして、はい、こうやったときに、上を押さえるんですよ。はい、そうすると、あ、ちょっと取れない方がいいな。そうすると、中に棒が入ってますね。うん、これをこうやってこう上に動かすと、中の気圧が減って、こういう動きをするんですよ。なるほど。こう上下に動かすことで、このひねりの動きが自然と加わるんです。なるほど。つまりこの Z 軸の動きに、まあ、この回転の動きが加わるという。で、さらにこの機能もちゃんと保持されてますので、気圧の調節も加わり、あれはこだわりなんだ。新しいこう刺激の仕方を作り出した形状なんだ、これは。そう、もうだから人体にはできないですよね、こんな動き。でしょうね、この確かにね。縦に動きながら止まりますか、ね、回転が意味わからん。こうなってるだけだよ。こうなってるんで。すげえな。これちょっと、これはもう一回使用したことあるの？あります、あります。これはやっぱ全新品ですよ。あ、これ、あ、これは違う。やっぱ開けたから違うの、これは。やっぱり全然。これはですね。回転はどうなの？まあ、そうですね。ちょっと、これ、ちょっと薄っぺらいから倒れんのか。まあ、正直結構これはちょっと開けやすいかなっていうのはちょっとあってけど、でもやっぱ回転の動きっていうのはもう他のプロダクトでは、初めて見たんで、こんな。確かに。新しい。うおーってなりますよ。どういうことやって脳が追いつかないみたいな。感動します。そうか、もう、そうか、うん、もう人体を超えた体験を作り出してるわけだもんね。そうなんです。それもこんなただの物理的な、ただのって言っちゃあれやけど、ただのこのね、構造でそれを達成した。発明だね、確かに、うん、すごいと思います。だから全国の女性の皆さん、負けてられないですよ。で、3位テンガということで、この後もね、実はあの、はい、残りの2つも紹介してくれる。あ、なるほど。第119回だったんですけどね。すごいですね。どうでした？いや、あの、使ったことがないんですよ、僕。あ、で、あの、友達からちょうどこの間もらって、お、あの、エッグっていうのがあって、テンガエッグっていうのがあって、ちっちゃいやつね。そう、それをもらいまして。なんかもらったはいいんだけど、使うタイミング TPO がないなっていうことで、あの、一旦放置してるっていう。あ、オブジェとして。オブジェとして、オブジェとして机の上にあるんですけど、卵なんで。そうだよね。まあ、そんな卵だなってぐらい。確かに、いやー、これやっぱ、まあ、やっぱ狂気があったけど、はい、やっぱこのね、残りの2つもね、良かったんだけどね、こう知性的な部分がどんどんね、天下の、まあ、最後の方のこう、もう知性的な部分すでに出始めていたけど、はい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 、そう、出てきて、ちょっとあの、今日ちょうど来て、本人来ていただいてるので、ちょっと一旦コメント行くのね。あ、いや、出る、すげえ軽やかな、ね、これちょっと、はい、仕事持って。どうも、あの、天下紹介してくださりありがとうございます。自分で紹介したんでしょ。どうでした3位。いやー、感慨深いです、やっぱり。その、まあ、エロがこういう表舞台に出ることってあんまないと思うんで、うん、まあ、こういう天下がこの番組に紹介されたっていうのも、やっぱりなんか一つのきっかけになって、こう広がるかもしれないですし、はいはいはい、非常に嬉しいですね。あと、知性的なっていうワードをおっしゃいましたけど、はい、結構それももしかしてキーワードなのかなと思って、その螺旋構造っていうのが、なんか DNA の螺旋構造とか、いろいろなんか生命の根源に迫る、ね、もしかしたらそういう構造。カモノハシの膣も螺旋状になってるからね。そうなんです。知ってました？知らないですけど、カモノハシのメスの膣は螺旋状になってて、それは男性がオスが来て一気に侵されるのを阻むために、実際螺旋状になったんだけど、はい、その後オスも進化して、オスは一気に螺旋状に精液を出すことが、立たせることが可能になって、まあ、今の形になっているっていうのがカモノハシですけどね。メスファーストってことですか？まあ、
そうだね、メスファーストかな。なるほど。っていうまあね、まあ螺旋構造っていうのが、ね、はい、すごいいいと思います。いやありがとうございました。これからも頑張ってください。今あれです、今日あの VR 彼女を持ってきていただいたってことですよね。はい、あ、そうなんです、そうなんです。このうち、まあ、後ろ側で実は VR 彼女を今プレイできるんですけど、まあやっぱりエロにすごい興味がありまして、はい、そのまあプロダクトっていうよりは僕は今ソフトでエロを開発する立場にいて、でまあ VR っていう最近出てきた技術と合わせて新しいエロを作り出そうとしてます。新しいエロ、人類が経験してこなかったエロ。すごいですね、はい、天国で自慢できますね。あ、うん、すげえ、すげえ、確かにね、すごい始皇帝に自慢できますからね。お前のセックスよりいいのか。あ、コテだろ、始皇帝。始皇帝よりすごいセックスができるってことですね。あ、もう皇帝を超えるようなの、はい、うん、いや、目指したいですね。はい、ということで最後おめでとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、知性と狂気がすごいところで一緒になってるが面白さってさっき言ってたじゃないですか。1位じゃないですか。まあ確かにね、はい、確かにあの正直、まあ、やっぱ毎回迷います、はい、もうぶっちゃけあの1位2位3位は全員部1位ぐらいの勢いなんですが、はい、まあでも一応ね、社会汎用性が、なるほど、一応メスのアイテムじゃないじゃない、はい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 、もう社会半分になっちゃってるから、はいはいはい、確かにちょっとね、3位になっちゃったの。なるほど、その点がね、はい、今回一応3位に選ばせてもらった基準でしたが、残念でした。はい、ということで2位っていいですか、早速。あ、2位いきますよ。2位、はい、2位はですね、ちょっと待ってください、はい、僕の携帯がここにあった、あった。2位はですね、3COINS で300円で買えるお守りみたいに持ち歩いてるやつっていうやつです。最初 3COINS で300円で買えるってところを重複してますね。なんでもないです。そうだ、どうぞ。あれ一応ね、1500円のもあるのよ。あ、へえ。あの500円が3つで、ね、500円なら3つってことは30円のもあるってことですか。すいません、次行きましょう。それはないかもしれませんが、 3COINS で300円で買えていつも持ち歩いているやつ、いきます。ちょっと待ってください。ここだ。いきます。今回ガミさんお願いします。いや、これもね、みんな買いますよ。お、買っちゃう。絶対買いますね。いけ、やってやれ。ちょっと見てくださいよ。私が紹介するグッドシングスは、うん、これです。あら。かわいいでしょ。あら。これ、そう、300円で買えるんですよ。あのですね、うん、私これお守りみたいに持ち歩いてて、うん、なんかそのインプラって結構精神を使ったりするんですよね、うん、なんか精神論で来る時もあって、そう、なんかその気持ちになってみたいなのを、うん、その瞬間瞬間にやんなきゃいけないからすごいエネルギー使うんですよ、うん、そうすると稽古場でスンってなるんですよね、エネルギーなくなっちゃって、うん、なんかこれがいると頑張ってくれるんですよ、うん、だこれあれみたいなもんです、あのモバイルバッテリーみたいな、私の。ほう、だからそう、これあるとすごい元気になるんですよ。え、ちょっと待って、なんかこう、どういう感じ、なんかやってみてもらってもいい？いや、その、まずシュンってなる前あたりから、あ、だからもう稽古終わって、フィードバックして、うん、フィードバックするんで、うん、あ、なんか、あ、ここのシーンは潔く死んだ方が良かったのかとか、うん、即興なんでね、うん、そのなんか、そう、お客さんの反応とかをもうちょい聞けばよかったわみたいで、スンってエネルギーが切れた時に、うん、もうバックからこれを出すわけですよ、うん、いや、良くないですかこれ。だってね、え、ちょっと出した出して出して何するの、出して何するの、出して出して出して、もう何、それミーティング終わった後、うん、そう、ミーティング終わって一人なって休憩の時間休憩時間になったら、うん、出して指にはめる、はめた、はめる、そしてで、うるんってやるんですよ。そうすると、うんって苦しいわってやると、うんうん、私の代わりに苦しんでくれるから、そこそこ苦しいよなってなるんですよ。だからなんかお前頑張ったなみたいな、あの第三者になれるっていうのがすごい重要で、これめっちゃいいことですよ、うん、あのね、なんか冷静になるにはやっぱり 第三者になるのが一番大事だと思うんですよね。だから結局私
はい、もう一個出てきたけど、はい、モバイルバッテリーが2つあったらいけるなって思って、あ確かに買ったんですよこれ、でも、結局、第三者になれば問題ないから全然活躍しなくて一人、そうメインしか、そうで、なんかだからなんかね、なんか、あんまり愛着湧いてないんですよね、ごめんなそうですよね、びっくりだよね、さっきあのネグロにすらあんなに愛着湧いてたのに、これはまだあんまりもういいんだって、一つで、これ足りちゃうんだ、そう、こっちで十分なんですよ、だってね、こっちが全部変わってくれるし、なんかね、かわいいんですよこれ、なんか持たせてみます、なんかありますか、粘土、ほら見て嬉しそうに持ってる、うんつって大事だよっつって、超可愛くないですか、なんでこの、なんかみんな、なんでその微笑ましくならないの、微笑ましくはなってるの、ほらほらどうぞっつって、 ありがとう、わーって、なんで見てて真剣なの、わーって喜んでますよ、ねえお茶飲みますかっつって、僕が入れますよっつって、コポ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 って、なんだえ、ちなみに、あの名前とかあんのこれ、あ、ないです、あ、ないね、まあ一応私なんでこれ、モバイルバッテリー、あ、そっかそっかそっか、え、2個使うときはあるの、あ、なんかそうだから、そう、2人でインプロするときに、インプロって結構3人目が出てきてくれないと困るみたいな時があるんですよ、でも2人でやっちゃってるときに、そう、助け船を出してくれる人がいないわってときに、あ、どうしようどうしようって言って、いやーっつって出てくると、なんかこいつがなんかしてくれるから、ね、なんかあの4人分はできる、4人でインプロショーはできるんですよ、2人しかいないのに、だからこれをあとね、2本手余ってるから、あれ6人で、そう、6人でインプロショーができる、すごいじゃん、そう、すごいんですよこれは、ねえ、一つのね、部署だよね部署、やや、ちっちゃい劇団ぐらいになるんですよ、ね、なるね、そう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 、だからね、すごくいいんですよこれ、なるほどね、え、これはそのなんだ、練習の時以外で使うこともあるの、あ、本番でも必要になったら、あ、その 劇以外の生活の中で使うことはある、あ、だからそのモバイルバッテリーとして、あ、だからもう別に、あのダメ出しを受けた時だけじゃなくて、辛い時スッて出して代わりに繋がらせると、ほう、いや、それはね、技術でしょうね、だ、前あのミドリームがさ、あのぬいぐるみに喋らせて会話してるっていう話があったじゃない、で、お母さんもそれやってるっていう、リラックマとポリラックマで4人で喋るみたいなことしてるって言ってて、だからそういった系統の技術なんでしょうね、やりますよそれ私、え、そうやるんですよ私、おっと、ちょっとこれは、はい、モバイルバッテリーなんですけど、これはね、同じなんですけど、こっちは私なんですよ、で、言いにくいことをこいつが言ってくれるんですよ、で、そう、なんかこっちがあの、あれ今日借りてきたんですけど、これ彼氏のやつで、同じことをね、そう、世界観共有できてて、だからこっちでなんか彼氏すごいな、これはこれ、これ自分、もうこれは自分なの、こっちが私です、こっちはこっちが彼氏が持ってる普段は彼氏のやつで、なんかいや、ちょっと最近不満があるんだけどみたいな、なんかそう、食後にすぐ歯磨きするのやめないみたいな、そしたら、え、それはダメなのみたいな、え、じゃあちょっと気をつけるねとか、そういう話をこれでするんですよ、これは面白いね、すごいね、で、イライラしないんですよ、なるほど、だってこいつが言ってんだもんな、ペンギンがな、そうなんですよ、そうなんですよ、本当にそうなんですよ、で、そう、私頭の中でも人を飼ってて、人を飼ってるんだ、なんかそう、だからそうなんですよ、人を飼っていいんだ、なんかね、そう、だからその彼氏とそういう話もすごいして、私の頭の中の人はなんか和食を食べてるんですよね、イメージね、和食を食べてる、そう、ごちそうになってた時に和食とか唐揚げとか、和風の和食が出て、なんだろう、ごちそうが出てくるんですけど、向こうはもうパーティーみたいになっちゃうんですよ、だから、あ、今はね、頭の中でね、ピザ食べてるみたいな、俺の頭の中でピザ食べてるんだみたいな、そう、やり取りをすごいするんですよね、それは、何の時に喋ってんの、電話とかで、ああ、今ピザ食べてるわ、そう、なんか2人とも、あれ、わかんないわみたいになっちゃって、よく、え、ちょっと何言ってるかわかんないってなっちゃった時に、え、今さ、ちょっとじゃあ、ちょっと頭の中の人引っ張り出してきますねって言って、あ、ちょっとね、今、
今琴乃さんはなんか頭の中のなんか琴乃さんは何とかしたいって言ってますみたいな。その向こうはえちょっと待ってちょっと僕の頭の中から出してくるねっつって、うん、あで僕の中の人はなんかなんだろうねなんかあちょっとまだもうちょい電話してたいって言ってますとか。ああなるほど。なんかそんな結構言いにくい話をそれで言う節があって。ずっと助けてくれるんだ。そう助けてくれるんですよ。二人とも冷静になれるから、うん、そうすると、うん、なんか結構大事だと思いますよ。いや大事すごい大事だと思う。そう、すごい大事だと思う。そう、うん、頭の中の人が言ってるってなると、うん、頭の中の人がボンバーしてうわーってなってたら私がなだめるんですよ、うん、あねえちょっと落ち着いた方がいいよって、うん、こいつは慌ててるからじゃあ代わりに私が出て私が話そうと か、うん、だかそこでなんか、ね、交代ね。そう交代大事なんですよ。疲れちゃうからね。そうなんかすごい客観的になれてね、おすすめなんですよね。あーいやーいやーなるほど。これがスリーコインで買えるお守りみたいなやつですね、うん、名前はないですからね。ない。あの I love you ひよことでも仮に名付けたとしてそうね、書いてたからね。どうでしたこれ。これ一応2位ですね。いやでも確かに、うん、3位のやつはよりいいですね、うん、なんでかっていうと、うん、24時間使えるからあの TPO をあんまり選ばない TPO を選ばないじゃないですか。はだしなんかすごいなんかあの多分心理学的な感じで言うと多分すごく正しいんだろうなってことをすごく感じておうおうおう、やっぱなんか中に他者を飼うことによって自分をこうから距離を離せるから、うん、なんかまだ怒んないとか言ってましたけど、うん、いいな。そうですよね。一人で3人になれるんです。そうそう。私彼氏もやってるっていう奇跡。はいはいはい、はい、あの奇跡。あの奇跡ですよね。奇跡は大事にしてほしいですけど、うん、あの僕の個人的な話すると、うん、あの見ててムカつくカップルって言いますよね。いや別にいいんですよ別に。あどうだっては言ってないんですけど。いいね、ただいるよねっていうことで見ててムカつくカップルっているよねっていう話をして。このこあのいるよねって話だよね。あそういるよねって、ね、そういるよねって話。そうだよね。そうそうです。一般的に。はい。まあまあそういうことなのでね、はい、今日はね来てあのちょっとねいっていらっしゃいませんけど、あの、はい、仲つまじくあの今後もね4人で生きていってもらえればなと思ってます。はい、彼女たちには。でも左右持ってるから6人。6人かな。だから部署だね。部署です。あと3人よれば文殊の知恵って言いますから、もう1人文殊ですから、ね、1人文殊状態ね。はい、すごいですよ確かに、はい、ということで、2位が、3コインズで買えるやつでした。ということで最後の1位いってもいいですか。1位、ついに栄えあるグッドシングス部門1位、はい、グッドシングス部門1位はですね、これですね。ちょっと早速じゃあ流しちゃいます。2段ベッドです。2段ベッド、ああそうだ、はい、持ってこれないやつだったんです、はい、世界を良くするやつなんですよね、うんうん、いや持ってこれなかったんですけど、はい、家具なんですよ。家具、ファーニチャーなんですよ。はい、持ってこれないって、ね、うん、なんかあのググって見せるみたいなこと。あ、見せられますね、見せられます、はい、もうまあもうこのググる段階ですでに正解があれするんですけど、うん、まあ、あの打とうか俺。あ、もう分かる、もう分かった、もうこれ読めた、もう東大生だから、うん、OKOKOK そういうことについてはもうめっちゃ受ける。パターンについてはもう全然ね、すっげー簡単に言うと、うん、あの2段ベッドなんですよ。ほうはい、2段ベッド、1人で、あ、はい、そうです。1人で2段ベッドで寝てんの。そうっす、まあ、熱っ、うん、2段ベッド、まあこういう2段、まあまあ普通に、まあ、まあ何でも、何でもいいから、まあ、とりあえず何でもいいけど、この2段ベッドだってわけじゃなくて、もうとりあえず2段ベッド、まあ、2段ベッドという概念を表示したんですけど、はい、2段ベッドという概念が分かんない人のために、はい、分かると思うよ、はい、これが2段ベッドという概念の継承です、はい、ベッドが2段になってるんですね、恐ろしい。これがあるとすごいこうスペースを取らずに、うん、こう上と下で1人ずつ寝れて、うん、すごいことになるっていう2段ベッドなんですけど、はい、なんで僕、まあ、一人暮らし、僕最近2ヶ月前ぐらいから始めまして、うん、あ、ずっと実家だったもん、ね、あ、実家だったんです、うん、社会人になるにあたって2段ベッドじゃないや、一人暮らしするぞって言った時に、うん、ちょっと2段ベッド導入しようと思って、
まあ、一人で寝てるんですけど、うん、あのなぜかというと、その二段ベッドってワクワクしますよね。うん、ここに同意が得られなかったら終わりですか、うん、いや小さい頃は、うん、ですよね、うん、なんかこう、なんかこう、まあ、それだけで買ったんですけど、うん、まあ、これはね、いざ買ってみるとですね、うん、僕いつも下の段で寝てるんですけど、うん、2段目は物置になりますね、うん、上の段でもたまに寝てるんじゃないんだ物置になる、うん、俺もね、日によってなんか変えてるみたいな話かと思うから、物置物置として優秀って話してんの。うん、やけどね、あるとワクワクするけどね、やっぱり。あ、ワクワクはあるんだ。うん、家に帰ってきた時に、うん、おーみたいな。うん、高さがあるの、うん、明らかに、うん、理想が理想。空間が設定されたわけですよ、うん、その時、うん。それはね、はかどるよ。わかんない、はかどる。確かに、普段使えないスペースだもんね、ここ。そう、そうなんですよ、うん。死んでるはずのね。あれみたいな。うん、まあ、僕、その2段ベッドの奥に天井まである本棚をあれしてるんで、うん、その本棚が潰れてるっていう問題があるんですけど結構本質的な問題かましてんね、うん、まあ、そこは結構ドキドキしてますねドキドキしてるけど、もう一つあ、もう一つはかどってんのが、うん、あのプロジェクターめっちゃいいやつ買って、初年給で10万ぐらいの、あと80型のスクリーンも買って、うん、ネットフェックス僕入れてるんで、うん、無限に映画上映できるんですよ。おで、一応2段目はそのプロジェクターを置く場所になってます。設置台になってた。そう、ね、そこでもう完璧にピンポイントで投射できてるから、そして目の前歩いても遮らない。そう、一応下の段に座ってたり、うん、ちょっと飲み物を取りにとか行ってるくらいだったら、もう世の言うでいけるっていう、まあそういう感じですね、2段ベッドはまあ、いいんじゃないですかおすすめ、すごいね。まあでも確かになんかライフハックというか、確かに確かに別に使わなくても2段ベッドしてもいいよな。確かに確かに、うん、あの2段ベッドっていうのを、うん、ベッドが2つあるっていう風に見ないっていう形が、うん、そうですね。そういえば、うん、俺の実家の家もあの下に机がねあってね、2段ベッドじゃないんだけど、ロフトベッドね。そう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 、ロフトやってるやつ、うん、で今物置になってます僕住んでないんで、そうですね、いやなんか最近その家具とかを買うんですけど、はいはい、なんかこうなんだろうな、人生のスタイルを決める家具ってあると思っていて、うん、だからそれが家具の役割だと思っていて、うん、だからそれつまり2段ベッドがあると、うん、結構なんか何でもありみたいになってくるじゃないですか。わかるかな、うん、わかんないな。なんかこうね、なんていうのかな、うん、もっとわかりやすいやつで言うと、うん、最近導入しようと思ってるのがすごいおしゃれなレコードプレイヤーを導入しようと思っていて、でそれをレコードこうやってそうそうそうするやつ、それを置くと、うん、そいつが似合う部屋にならなきゃいけない。確かに。そうだね、そうだね、そいつ主体のコーディネートだね。 そいつが似合う部屋になるし、うん、そいつが似合う人生を、うんうんうん、そういうスタイルをやっていかなきゃいけないっていう、うん、それはなんかひょっとしたらジャンル的には例えばモードだったり、うん、ファンシーだったりいろいろあると思うんですけど、僕は2段ベッドが似合う人生を歩みたいと思って、うん、2段ベッドを導入したっていう、うん、もうそれだけなんじゃないかっていう。そのニュアンスでいくと、僕が最近そういう発想でいくと何でもありだなっていうのは、うん、僕最近電光掲示板導入したいと思ってて家に、うん、あの駅とかにあるこのでかいやつあるじゃないですか、はい、文字が流れるやつ、うん、あれが部屋にあったら多分ブレードランナー的な人生になると思うんですよ、うん、わかります？ブレードランナーってこう SF のすげえ映画があるんですけど、はいはい、ちょっと大敗的なサイバーな感じのやつで、今リメイクされてる。そう、リメイク来るんですけど、そういう人生スタイル生き方いいなと思って、うん、電光掲示板くぐったんですけど、うん、結構10万ぐらいして、うん、で僕はなんかそれ電光掲示板に、うん、今日のトゥードゥーみたいなのが流れるみたいにしたくて、うん、なんか作家何々さんの電話を忘れないみたいなのが流れてるみたいな、うん、それめちゃくちゃ良くないみたいな、うん、めちゃくちゃいいっていう、うん、とか、うん、本当につい最近思ったのは、はい、電話ボックス、うん、あ家に欲しいって、うん、あれ家にあったら、うん、ちょっと電話借りるわって言って、うん、G 欲しいみたいなチャリみたいな絶対それだけ目当てに遊びに来るやつとかいるし、なんか来るし、うん、なんか電話かけたくなると思うんですよ、うん、無駄に。ちょっとさ、それもちゃんと電話お金払ってくれそうそうで後でガシャッと開けて回収みたいな、貯金箱みたいな10円貯金みたいな、なんかそれがある人生ってめちゃくちゃ、うん、これが本当のライフハックだと思うんですけど僕は、うん、ライフをね明らかにハッキングしてるよね、うん、だって、うん、家にその電話ボックスがあるのになんかちまちましたことにこだわってらんなくないですか、うんうん、こだわってらんないねそれはもう、まあでも俺家に電話ボックスあるしなって思うよねで電光掲示板もなんか流れてしなみたいな、うんうん、
そういうのに恥じない生き方しなきゃ。さっきレコーダーに合う部屋って言ってたのに、もうそれらでもう無理だわ。もうどうすんだ。まあまあ、ね、なんだろうね。なんか新しい倉庫だ、ね。新しいタイプの倉庫。なんか家具とか物とか買うときに、そう、まあ今回はグッドシングルスってことなんであれなんですけど、なんかそれに恥じない人生を送るために買うみたいな、導入するみたいな感じで僕はアイテムを選んでる。いや選んでますね。まあそこ、まあ、2段ベッドなかなか強かったですね、いやこれは今回このタイトルに値する回になってる ね、うん、嬉しい。ちょっと考えさせられた。俺ケチなの。あ、なんで物を買わないし、とりあえず安いもの買うわけ。あ、いや、もったいない、もったいないよ、もったいないだよ。けど、僕なんかちょっと家賃がなんか未納だったらしくて、なんか未納だぞみたいな連絡が来て、だ今月ダブル払いするんですけど、プラスなんかそういうアホみたいなの買いまくってたせいで、僕最近ヨーヨーとかも買ってるんですよ。まあこれはいいんですけど、ヨーヨー、ハイパーヨーヨー、ハイパーヨーヨー、あ、それはちょっと別の話。あ、そういうくだらないのめっちゃ買ってた結果、なんかカードの引き落とし大変なことになり、その家賃カードを合算したら、まあ、交差さんとかオーバーしてるぞみたいな、ほい払えねえぞみたいになっちゃって、ドキドキしてるんですよね。ちょっとライフハックだね。固定ライフをライフをハックしてきて、ね、ライフをハックしてるね。生活ハッキングされてるもん、ね、生活というよりは命に命の方ね、命の方が、うん、そうなんですよね。水道代もちょっと今あれしてるし、ちょっとギリギリなんですよね。いやでもそういう人生がいいんだよな。そう、それが三塁を蹴るってことなんだ。そういうことなんですよ。まあホームに向かってるかちょっと分かんなかったけどね。そう、見る見るになっちゃってる可能性。確かに、確かにレフトスタンドでも三塁は蹴ってる。三塁は蹴ってる、確実に蹴ってます、ね、蹴飛ばしてるね。1位ダブルベッド。1位、あの2段ベッド、2段ベッド、2段ベッド、ごめんなさい、間違えました。いやこれはまあ1位かなと。なるほど、な、1位かなと思いましたね。1位、2段ベッド、ていうか、まあ、千代田が言ってるのは2段ベッドという話じゃないような気もするんだけどね。そのやっぱり物って確実に大事じゃないですか、やっぱり自分がいて物があって、もう自分がその物を使うっていう感覚だと思ってますけど、多分自分がそのものを使っているうちに、多分自分がそのものによって変化していくじゃないですか、当たり前ですけど、でそういったことっていうのを多分ニッタベットは言ってるんだろうなっていう気がして、はい、そのなんというか普通に生きてたら普通に生きちゃうじゃないですか、世界って。でだからそれじゃなくて、そのとびっきりのスパイスみたいな他者をあえて自分の中に持ち込んでいくことによって変、自分自身も変化していくと。でそれをこう楽しんでいくっていうことは必要ですよね。そうだよね。あ、いやということで今日、はい、栄えある1位を取った千代田君来てくださってるので、ちょっとお呼びしてみたいと思います。はい、千代田周平くん、おめでとう。前へ。はい。お久しぶりです。黒。まあ葵くんがその言いたいことは大体言っちゃってくれたんですけど、なんかこの前このヘレメくんに誘われて行ったパーティー的なもので、なんか行った倉庫に住んでる人たちがいて。そこにこう自動販売機みたいなのが置いてあって、これじゃんみたいな、やられてた、自動販売機やられてて、ちょっと行こうかなみたいなのを思いましたね。あとその他社っていう話で言うと、結局その買ってる2段ベッドとかも僕の発想からしか、つまり自分を超えられたいんですよ。24にして自分のノリ超えられずっていう、逆にダメみたいな。だからバリュー問題で、あの YouTuber の何でしたっけあの人は、まあ、なんとかさんがすげえ炎上して、
家とかにこうライオンとか送りつけられたんですよ、アマゾンとかで。アマゾンの着払いでライオンとか、なんかめちゃくちゃなやつ送りつけられて、そうそう、いやもう本物ライオン、本物の。あれリビング生物、生物、生物、マジの何百何万みたいなライオンとか送りつけられて、めっちゃ炎上させられてたんですけど、いいね、いやそれいいなっていう、そうそうそう。え、いいじゃんそれ。他者すぎるっていう。おはいだね。そう、それやってほしいんで、ちょっと僕、頑張ると多分僕のアマゾンのウィッシュリストにたどり着けるから、ちょっと僕にこういろいろ送りつけてほしいっていう希望はある。なるほどね。でもその話で言っちゃうちょっとついでに言っちゃうと、はいはい、僕プレゼントってプレゼンテーションだと思ってるんですよ。人になんかこうプレゼントする時ってあるじゃないですか。ありますね。結構楽しいですよね、うん、であれ何で楽しいかっていうと、その自分の考えたものを、うん、あの相手の生活っていう懐までのところに叩き込めるわけじゃないですか、うんうんうん、例えば財布なら財布だし、うんうん、ライオンならライオン、うんうん、懐を深くまで叩き込めるわけじゃないですか、ね、プレゼントとして、ね、そうプレゼントということ でだから、あ、まあそれをね、まあ、クリスマスも近いということで、はい、参考にさせて皆さんもしていったらいいんじゃないですかね、はい、人のライフをハックせよってことです、ハックせよってことですね。確かにね、命は大丈夫だった ライフは。いや、まあちょっとなんか僕印鑑なくしてて、あ家賃未だにちょっとクソほど催促が来てるんですけど、まあそれはそれということで、あの時代が古いということで、まあ、そうそう、電子決済させましょう。はい、そういう感じです。ありがとうございました。以上、ありがとうございました。いや1位ですね。千代田の家に何を送るかっていうものをちょっと今考えません。確かにねそのゲームしたいね。そのゲームしたいですね。そのメール欲しいですね、後で。あ、メールね、確かに。そのメール欲しいですね。あとやっぱウィッシュリストにたどり着いてほしいね、みんなに。あ、はい、そうですね。気になるな、欲しいものリストに何入ってんだろう。はい、ということで1時間ぐらい経っちゃった、はい、ですけど、一旦休憩入れますか。定的に休憩を入れ、残り3つやってもいいですかね。はい、じゃあ一旦休憩で。休憩入れました。はい、ちょっと何あげようかな、それ考えた。あと、あの後半のやつはグッドシーンなんで、1時間10分、な30分ぐらいあれば大丈夫なんでしょう。最低限です。夏目漱石の小説って文鳥ってあるじゃん、短編なんだけど、だからペットを飼うっていうのもいいかもね。まあ文鳥殺しちゃうって話なんだけど。あ、そうなんだ。ペット送るの。そう、ライオンみたいな。いけるなら1マップで。あ、行っちゃっていい。どっちでも伸びてみてください。あ、はい、じゃあ行っちゃいます。よし、じゃあ再開します。はい、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。じゃあ20秒後開始します。はい、20秒後。はい、はい、はい、ということで、あのグッドシーングブス部門終わったので、はい、次にグッドシーン部門に入りたいと思います。ほう、でグッドシーン部門もういきなりいきますね。はい、1位、まず3位ですね。3位は、はい、3位はちょっとカオスすぎたんですけど、あなたの将来占いますという。マジで。はい、ちょっといきますね。なんすか。あの一応先に説明しておくと、毎回、はい、あなたにタイトルつけますとか、 ありました、ね、あなたの、 なんかこう形作りますとかやってるじゃないですか、はい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 、ちょうど切れ目の回プラス、うん、初代のパーソナリティ、うんうん、
1回目の、うん、1回目からやってくれてる今いない柴犬ってパーソナリティがゲストに来てくれた回で、彼に何やろうっていうところで、はい、結果占うっていう占うことがやったやつです。はい、川柳実はもう最初まで柴犬でやってたっていうのに気づいて、ちょっと新しいコーナーいきます。じゃあちょっとお色直ししていいですか。占いの館へようこそ。はい、はい、今日はですね、はい、迷える、迷える、奔走する、ええ、この日本国の子羊、子羊、20代の方々、はい、招いて、僕とあのマシンガンの2人でマシンガンで行くのね。はい、あの僕らこの一流のね、はい、占い師2人が、ゲストの方を占うという、はい、なんか地球に優しいコーナーです。はい、では、はい、来ていただきましょう。じゃあ今日、ね、次の、迷える子羊の方、はい、どうぞ、どうぞ、はい、マジでこんばんは。怪しくない、怪しくない、こんばんは、こんばんは。いやいや、最初からちょっと迷われているんですね。迷ってる気してきた、なんかすげえ迷ってる気がしてきた、なんか2人に会ったら、まあ、そうですね、ちょっと迷ってきた。まあでもまあ今日初対面なので、はいはい、そうですよね。ちょっといろいろと多分占いをしつつお話を聞いていければなと思っております、うん、はい、そういたしましょう、はい、基本的には交互に占いをしていきます、はいはいはい、そして、最後、うん、どっちになら金払って帰れるかっていうのを占い師、どっちの占い師に払って帰れるかっていうのを、どちらかにはちょっと払っていただかないと、うん、はい、帰っていただけないので、はい、という、まあ、形になっておりますので、はいはいはい、なるほど、ちょっとねここから 2,30 分、はいはい、お話聞いて占っていければなと思っております、はい、ね、はい、参りましょう。じゃあ最初はどちらからいきますか。私から参りましょう。ちょっと開けていいの？設定から始まってるから開けていいの？落ち着いてくださいね。はいはい、そうだね。怖がられる方多いですけども大丈夫ですね。すいません、ちょっと高揚してしまいました。じゃあ、マシンガンお願いします。やはり私手をね、でこういう風に。こういう風にこれマジ長いので、この後交互にわけわかんないターンがずっと続くっていう、すげえ気になる。すげえ気になりますよね。はい、そうなんですよ。容姿だけ、このえ容姿、いやいや容姿あんまり、もらいましょう、え、もうこれはね、もう録画がある、あ、そうそう、124回、はい、ぜひこの後マストで、はい、見て欲しいところは、あと今のところ左側マシンガンっていう名前になってますけど、右側なんていう名前がまだ明らかになってないんですよ、はい、そうですね、これも後で明らかになって、これ2にならないと分かんない。そうです、この後聞いてると、あれ、あなたそういえば名前なんなんですかっていうので、業界ですごい有名な名前なんですけど、毎日出てくる、すごいですね、まあ、僕まだお会いしたことないので、あ、そうなんですね、あれなんですけどね、お芝居下手だなって思ってましたね。っていうのが、まあ、3位でしたね。なるほど、これは気になる、これぜひこれじゃあどっちが勝ったかだけ、あ、じゃあそこだけちょっと見ますか。名前分かっちゃう、あ、でもいいですよ。あ、じゃあ、まあ、間も面白いので、はい、一応お尻もすぐ終わるので、はい、用意してるので、お尻もじゃあ、じゃあ、お互いの占いが一旦終わったところからですね、はい、2交代ぐらいしたのかな、行くんじゃないかなっていう、ラッキーですよね。それはもうすごく目指してるところでもあるので、はい、嬉しいですね。
そんなところですかね。そんなところにしときましょうか。はい、時間的に。じゃあ、はい、本日は、どちらにお金を払っていただけるかですね。これが。これマシンガンか、なんていう。マシンガンか、右目金太郎で。右目金なんだ、これ。そうですね。金なんだ。右目金太郎え、やっぱりこれ今考えたのその、はい、そうですよ。いや、でも前から決まってます。前から決まってます。すいません。まあ、違いました。私はこの業界では基本的には右目金太郎で通ってるので、あの右目金太郎かっていう。だから今回も多分いろんな方に、僕右金に占い受けたよって言えば、あの右金にっていう話になりますから、基本的には。すごいな。業界的にはまあ右金で通ってますね。あ、なるほど。まあじゃあそうですね、やっぱり、まあ、お代払うとしたら決まりました、決まったらとどまりましたと言ってくれれば、はい、変な音楽が流れて止まったところでバンっていう感じになるんで。ああ、なるほど、なるほど、そうなんですね。なんだよ。整いましたか？大丈夫ですか？整いました。整いましたか？はい、整いました。じゃあ、いきます。マシンガンさんです。ありがとうございます。理由をいただきましょうか、はい、うん、やっぱりこう、まあ、書くことと動くことをこう両方をこう結びつけて、さらに僕の不安も一緒にこう解決するっていう、うん、こうなんか僕の中でこうやりたいエネルギーと不安エネルギーをこう一緒にこうまとめて未来に持ってってくれるような、こう、うん、なんだろうな、持ってかれ方っていうのはこうかなりやっぱり話してよかったなっていう気持ちになるし、うん、勇気づけられるし、うん、そうですね。まあ、今やはり ねその、あ、まあ、ここにも出て、ここに、うん、やっぱりやりたいことっていうのはこちらにあってですよ。こちらにこう不安っていうのがあるわけですよね。書くっていうのは。という結果でしたね。なるほど。そう、右金さんはダメだった。右金負けたんだよね、結局。残念だったね。うん、まあ、3位でした。あ、そういえばベストシーンは、うん、面白い選考基準ってあるんですか？面白さと、かと、うん、社会。それです。それですか。はい。確かに占いのね。占いはね、でもね、ちょっとこれね、実際いや今度やってみてほしいけど、はい、やっぱね、面白い。占い、占いやったことないじゃん。あ、それ、あ、占いする占いヤーじゃなくてしてってこと？そう、占いヤーじゃないけど、占いやろうとしたらこうなんか占いっぽいことはできるし、なんか偶然会ってったりするのね。あ、なんかね、不思議なコミュニケーションだなと思う。あ、なんか確かに占いイーにはなりますけど、占いヤーにはならないですからね。これ言いたいだけです。ちょっと2位言っていいですか？いいですよ、次行きましょう。2位。じゃあ2位いきますね。2位はですね、占いか。2位はこれもね、これなんですけどね、ちょっといきます。2位はタイトルはですね、ちょっとこのシーン切り取っちゃったみたいなです。ほう、三流芸人。三流芸人ですよ。医学部に通ってるやつがさ、三流芸人って言わないでしょ。もうちょっと教えてほしいですね、これは。その心は。うん、そうですね、まず三流っていうのが、なんかその三流ってなんか超悪いイメージあるんですけど、二流でもない。二流でもない、うん、なんかその論語で、うん、孔子の論語なんですけど、はい、そこでなんかまあ、君子は不器じゃない、器じゃないみたいな。お、
まあ、結構話すと長くなっちゃうんですけど、なんか器っていうのがまあ専門家みたいな、うん、その一つのことしかできない、うん、でまあ二流はまあまあ、ちょっと飛ばして三流っていうのはまあ何でもできるみたいな、あそういう意味でまあ三流となんか何でもできる人に結構まあなりたくて、なるほど、ちょっと深い感じのね、なるほどね、そういう意味の三流、そういう意味のなんかこう一流が専門性としてすごい良くて、はい、それでちょっと劣って二流でもうちょっと劣って三流っていう意味ではなく、そうですね、こう一流が専門的だったらこう三流はこういろいろできる、まあ、いろいろできるできるみたいな感じですよね、でもさ直球にこう三流芸人っぽいところもあるくない？で、なんか、違う、違う、あの、けなしてるわけじゃなくて、その、それやるみたいな、あなんか好き嫌い言わずにやってる感じがするのね、そのなんかネタ記事とかを書くにあたってバカかみたいな、いやしないでしょ恥ずかしいしみたいなことをしちゃうじゃん、はいはいはい、そこがなんかいい意味で体当たり的というか、うん、タブーなしみたいな、タブーない感じがするなっていうのは聞いて思ったけどね、うん、そういう意味でもね、そういう意味合いがまあ芸人っていう意味でね、芸人のところにあるわけで、結構昔からなんか笑いを取るのが結構好きで、うん、まあ、中学とかだってなんかまあなんか AKB 流行ってたんで、なんか一人で踊ったりとか、うん、マジどこで、いやもうなんかみんなでご飯食べてる時になんか踊りますみたいな感じで、ちょっとなんだっけ、そうそうそう、踊ります踊りますっていうか流れで流れで、ああ流れで AKB 一人で昼休み踊るんだ、濁流じゃん、濁流ただの流れじゃない、すごくないそれ、濁流ですよ、とか高校、まあ高校だとまあ自己紹介あるじゃないですか、うん、まあそこでちょっと一発芸的な感じでやったりとか、すごいよね、なんか言ってたのこの前だから本当に NHK の件であの一緒にやらせてもらってやってるんだけど、あの一発芸とかできますみたいなこと言っちゃうんだよね、この人ね、言っちゃったけどまだやってないっていうこの、あの一発芸できますって言わないんだよね、全然今想像ができないんだけど、今やってくれたりできるの、まあできなくはないみたいな、あ、やります、いや、ちょっと見たい見たい見たい、ちょっとちょっと触りだけとかでも、触りだけ、一発ギャグに触りはないかや 0.5 ぐらい、0か1かみたいな、うん、じゃあ1で方で1で見せてもらってもいいですか、うん、あ、じゃあ普段はまあ立ってやって、あ、じゃあちょっと引きで見る、はい、全然結構ボリューム感、ボリューム感、あ、ボリューム感全然わかりました、じゃあちょっと音量は、じゃああ、じゃあ音量抑えめで、はい、あ、いやいや、あ、いや、あの、こっちで教えるので大丈夫です、あ、じゃあ、はい、やらせていただきます、まあ映画スパイダーマン2より、ドクターオクトパスがあの電車をの、ブレーキを破壊してしまい、あの暴走させた列車をあのスパイダーマンが命がけで止めるシーン、はい、いやいや、あ、分かるよ分かるよ分かる分かるという、こういう感じで岐阜で欲しいよね岐阜で欲しい、岐阜で、岐阜で欲しい今度は送りますこういう見てたいや、スパイダーマンシリーズはちゃんと見てて、全部ありますよ、ね、ホームカミングを楽しみにしてますけど2! スパイダーマン2より、ドクターオプスとオクトパスが地下鉄のブレーキを破壊してしまったがために、自分たちでビルとかにやって止めないといけないスパイダーマン。そうそう。これ結構面白かった。そうですね。結構、この子だって医学部生で。医学部なんだ。あ、医学部なんだ。そう。へえ。なんかね、プログラミングもやってるとかでね、なんか杉なんかそんな三角形見たことないっていう、なんかこう3つの分野をこう、プログラミング、医学部、スパイダーマン確かに見たことない見たことないじゃんそうで、このいきなりこれ挟まれたからちょっともう いっちゃって、いいですね、やっぱいいよね、こう一発ギャグできるやつってやっぱ、はい、
社会反省高くない？いや、わかります、わかります、わかります。でもこれを見て僕は、あ、一発ギャグってできるんだなってことを考えました。いや、なんか、あの、例えば映画のワンシーンを全力でやれば面白いってことですよね。うんうん、そう、このシーン切り取っちゃった。そう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 、このシーン切り取っちゃいましたよみたいなってことですよね。え、いける？何の映画ですか、じゃあ。いやいや、今ノーアイディアなんだ。あ、今ノーアイディアか。1、2、5ぐらい。難しいな。ちょっとでもそれ最後やってほしいな。じゃあ考えときます。うん、多分ね。ということで、まあこれがちょっと、まあ狂気も知性も、はい、社会性もちょっと高めだったなということで、ちょっとやれって思いましたけどね。ということで最後いきます。はい、最後はですね、はい、まあ歯食いしばって寝れってやつですね。それ俺じゃん。それ俺じゃん。これね、でもね、僕が来た時、え、なんで何分延長したんですか？15分延長しちゃったんですけど、うん、延長した最後の最後に言ったやつ、そう、あの本草マンダラですね。あ、はい、そうですね。で、起こった、まあ、事件ですよね。事件なんですか？うん、ちょっと待って、この辺かな。あれ、ここですね。じゃあちょっと最後ね、ちょっと10分弱ぐらいですけどね。はいはい、最後いきましょうか。え、つまんない話だよ。いや、最後は難しくない話ですよ。難しくない話、それが大事。いい、うん、あなたの隣にいる時間も知れない。いや、それはめっちゃ面白い話。なんだっけ、先ほど申しましたが、彼女、まあ彼氏でもいいんですよ、が変わるんですけど、変わります。毎回こいつ、うん、元の彼女の方が可愛くなかったか、ね、っていうやついませんか、ね、っていう。いや、まずまずそう、まずそれに同意できるかできないか問題がまずあるね。でもね、この辺のどう考えてもいる。いや、いるいるいる。いるいや、俺ね、人の恋愛をね、あんまりちゃんとつぶさにね観察していないから、あの遍歴とかをね、なるほど、確認していないので、なんですけど、まあまあいるとしましょうよ。はいはい、うん、いや、いるよね。いや、いるんですよ、ええ、見てないだけです。はいはいはい、はい、まあ、じゃあいるとして、うん、で、はい、いるとして、うん、まず、うん、これは礼儀ですけど、はい、うん、元カノの話はしないですよね、うん、まあまあまあ、その今カノがいてっていう状況でね、そう、うん、絶対僕はしないし、できないし、うん、まあ、する気もないんですけど、そうなった時に、うん、でも自分の中にどうしても湧き上がってしまう、前の彼女の方が可愛かったんじゃないのかということ、うんうんうん、これを、うん、もう消化したい。これさ、シンプルにまず外見でって話。外見です。まず外見です。そうですよね。まず外見です。1に外見です。1に外見で。でも外見以上のところが、うん、もっと前の方が良かったんじゃないかっていうことありませんか。うん、まあ、だからそれ一つさ、まあ、見た目だけじゃなくて、うん、そのなんか中身のね、うん、君に分かりづらいところが、うん、あ、すごく輝いてるんだと、うんうんうん、でその彼しか分からないそれによって選んだんだという指摘があるじゃん。はい、それはどう思う？ごもっともですよ、うん、でもそれは1度や2度じゃないんですよ、うん、そういうやつらは繰り返すんですよ、うん、それを、うん、それを繰り返す、その常習性、うん、それはもう構造的な欠陥があると言わざるを得ん。はい、議長、はい、あの、なんかね、いや、わかんねん、あ、大君、はい、あの、なんでしょう、はい、もともとの彼女がね、はい、結構こう高嶺の花だった、そういえば、で、自分結構釣り合わないなと、うん、無理してたな、うん、厳しいと、うん、で、いや、俺でも割と手を出せる、釣り合うぞみたいな人にしようとなった、なるほど、で、だんだん下がってくるね、それね、うん、でこれでもダメだと、だから同じことがそうやって繰り返されていく、そのレベル調整の結果、うんうん、あのそういう運動が見えるっていうことはないですか？だって人生 RPG なんだからさ、レベル上げしてけよ、うん、いや、そう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 、ですよ、うん、ですよ、俺、うん、もうあんまダメだと言えない、これ言えないよね。それ言えないよ、言えないんですよ。どうした、どうした、これでも、まあでもそうね、なんかその確かにそのさっきの杉谷 の、うん、そのいや中身がいいんだと、はいはいはい、そうそうそう、
それは、うん、あの多分まああるだろうなと思ってる、はいはいはい、あるだろうなと思って、もし口笛を出して、うん、あれちょっと可愛くなくなったよねって話をしたら、うん、その話は返ってくると、うん、絶対返ってくる、うん、思うけど、うんうん、来ないとダメだね。それでもなお、はい、俺はこの気持ちが残るんだよね。そうなんだよ、うん、いやちょっといや分かるけど、うん、いやちょっとみたいな。分かった、あの問題の本質はどうやら、うん、あの自分のレベルアップを、うん、あの測っていますかという話と、うん、そのなんかそういう評価をね自分にできてますかと、うん、できてるのであれば、うん、でもっと次のレベルのね、うん、方を狙いに行く話になるじゃないと、うんうん、まあもうちょっと言うと、はいはい、なんで別れてしまったんだいっていうね、ああもうねのもありますよ、うん、そんないい子だったぞと、そうだから何種かの構造的な欠陥があると、はい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 、でそれをやっぱ摘出せねば、うん、その人たちが真にレベルの高い、別にいいんですけど、どっちもその人じゃないから、うん、僕は、うん、だろうと思ってるから、うん、あのいけないよと、別に僕は違うから、違うと思ってるからいいけど、うん、そういうことはあるよっていう、うん、あのちょっとつながるか分かんないんだけど、はい、俺の男友達に言ってて、これ女友達がいる時に言ってすごい緊縮買ったんだけど、はいはい、あの保育士か看護師と結婚したらダメ説っていうのがあるね、うん、俺の中で。強いテーゼですね。で、どうしました？あのていうか、俺がイメージしてるのは、使いだぞ。使いが来た。今持ってます。までこういるじゃん。あの男みたいな、はい。俺の友人ね、友人男みたいな。でこう付き合ってると、うん、こんなみたいな。でまあ何らかで別れることはまああると。ある。それはそれは。でまあ別れると。うん、したらなんかこうまあ落ちるわけね、気分とか、ええとかで別れるにはやっぱ、うん、そのやっぱ余裕がなかったりするから、経済的なものとかいろいろあってこう落ちるわけよ、うん、その落ちたところに滑り込んでくる女たちの群れがあるのよ。出ました。この時にけあの付き合まあでも寂しいし今人いないしで付き合っちゃって、ここで子供なんてはらんで結婚なんてしたらもうお前人生終わるよと思ってるから、そのこの俺は群れを保育士と看護師っていう、ね、そこが分かんない、そこはちょっと乱暴だけど、いやそうここ乱暴だから、あの一概には言えないんだけど、このこういう系の人たちの、うん、ホスピタリティのあるね、ホスピタリティがあり、包容力がありそうなというか、そうちょっと早く結婚したい欲とか、うん、いや分かんないけど、分かんないここは、ね、突然脚立を外す、そう分かんないけど、あのこれが俺一番恐れてるの、俺の男友達に起こるこの事象は最も恐れていて、なるほど、あはい3分、まあこれだからどういう話に繋がるか分かんないんですけど、でもこの滑り込んでくる一段っていうものがあってもなくてもいいんですけど、あのねこれがね気をつけた方がいいですね。何ですか？いやだからこの人今評価が自己評価が下がってるんですよ。そうだよ。だから自己評価が下がった時に来るやつで付き合っちゃうと、うん、クンクンクンって下がってるんですよ。よね、そう、うん。自己評価を低い自分を好きなやつなわけだから。そう。だからこのタイミング下がったこのタイミングは、もう歯首縛って寝ろって話。いやそう。そう。いやまさしくまさしく、いや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 、ね、言いましたわ、言いました言いました言いました、言いました、俺が1位ですね。やったー、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、やっぱ、はい、ね、3位も2位もすごい面白かった、はい、だけどやっぱシンプルにトークとしてやっぱ狂ってたらなっていういやいやいや、でもいや大事なことを言ってるよ、俺言ってるなって思った勝手にやっぱね変わらない、やっぱり今も変わらないですね、やっぱ辛い。いやでもその、うん、グッドスイングス第2位の人形説はあると思うんですよ、はあはあ、辛い時に辛いって言えたらいいじゃないですか。でその時に人形がいたら辛いってできるわけじゃないですか、うん、これまだ大丈夫じゃないですか。でも辛い時一人で
ただ歯食いしばって寝れるやつはいいんですけど、辛い無理っつって誰かよくわかんない女の子に LINE しちゃうやつってのがいるんですよ、うん、いるいる。女の子でも男にまあまあやるよね。 それがダメ。その人生、そういう人生の人は 3COINS 行くべきっていう。確かに。あ、繋がってんだこれ。全部多分繋がってます、グッドシングスに。あれで多分解決する話題かと思います。で最終的にこう電光掲示板とかを、そうそう、電光掲示板とかで、はい、ワクワクするっつって、ワクワクするっつって確かにね。いやあ、だいぶ経ちましたね。そして僕、はい、第2位の方今日来てるのにさっき呼ぶの忘れちゃったの、今さっき思い出したんですけど第2位の方呼んでもいいですか。はい、第2位のハッティです。あの人だ。スパイダーマンとプログラミングと医学部の見たことない三角形の人。すごいですね。こんにちは。こんにちは。こんにちは。2位おめでとうございます。おめでとうございます。まさか選ばれるとは思わなかったので。いや衝撃の。面白かったですよ。いやちょっと新しいネタ考えてくればよかったんですけど。あなるほど。ちょピンポン玉があればできるやつが一個あるんですけど。ピンポン玉か。ちょっとないです。ない感じ、ね。ないか。ない感じっすよ。いや。いや。いやだとあんま面白くないかも。面白くないか。はい。すみません。じゃあまた違う回時かな。違う時に新ネタで。でもあのあれくらいもやっぱ一発ギャグとかやってるんですか。最近はやってないっすね。でもちょっと。封印中というか。場所がないんですか。やる場所がないですよ。確かあんまり、はい、なるほど、はい、それってストレスなんですか。ストレス、やれないっていうストレスってあるんですか。まあでも結構やりたくなっちゃう時あります。 やっぱりやりたくなる時があるんですね。やっぱりそうなんだよね。ハッティのブログもなんかすごいよね。そうですね、まあ、ブログもやってて、まあ、最近ちょっと更新できてないんですけど。やっぱ勉強が忙しいの。もう6年生5年生ですね。まあ、ちょっと病院実習の方が忙しくて。ああそうなんですね、はい、研修医ですか。研修というか、まあ、研修医のまた見習いみたいな感じですね。なるほど。じゃあもうちょっとやっぱこの多分今医学部で抑圧されてるから多分また新しいのが、はい、そこからまた新しいのが生まれるかも。溜めてるわけで。溜めてる。ちょっと今そっちに時間割けないから、はい、また楽しみ。またなんか新しいのあったらぜひ、はい、ちょっと収録終わるまでに頑張ってみたいと思います。じゃあ俺もそのタイミングでいい、はい、あ、分かった僕コースギャグ大会みたいなというわけで、ありがとうございます、はい、というわけでコンソアワードは今回この3位ずつになりましたので、まあね、他にもね、いろんな面白いところもありますしね、はいはい、僕が一番正直今年一番面白かったことだけちょっと伸びてますけど言っていいですか。はい、杉谷が今年、はい、3つの点で変わってます。お、それは前回の忘年会から見ても分かります。お、3つの点は1個はファッション。ファッション、服途中で服変わり始めます。これね、見てる人は気づくし、え、それファッションセンスが一気にね通常レベルに戻ってる。彼女ができましたね、そのタイミングで。おそらく。いや、その後の。あ、その後の。多分、うん、そう。なるほど。だし、前回の忘年会で杉谷がひたすら俺にファッションのことをディスられるっていうのが、うん、下りがある。トピックとして出されてるので、それ見た後にこう今年の見ると杉谷ファッションはすごく変わって、あとお金を使うようになってるの杉谷。おお、二段ベッドも。二段ベッドの多分ああいう影響もあるんだと思う。ちゃんとこう投資して自分にねやっていくみたいな。でもう一個は西野がすごいって言い始めて、なんか自分の殻を破り始めてんの。今年1年はすごいの杉谷。おお、これはね、俺の何本杉谷アワード2017。杉谷アワード2017ベスト3。ファッション、お金払う、殻を破ろうとしてる。なるほど。これはやっぱ同時に叩いたいと思います。これ言いたいだけでした。すいません。では続きまして。というわけで、本日はこういう感じなので、来年もどうぞよろしくお願いします。この後ね、杉谷のコーナーになりますので。良いお年を。良いお年を。良いお年を。はい、ご紹介に預かりました杉山でございます。今年もありがとうございました。ちょっと見てもらいたいんですけど、今年1年。
書いてきたこの一文字の数々ですよ。でこれあの去年もやってるんですけど、あのこのここに出てくる漢字を使いながら喋っていくと、でゲストも呼んでいくみたいなことをあのしていきたいなと思います。でですね、見ててあのもうこの混雑具合はなんだっていうふうに思うかもしれないんですけど、あの前の年はですね、実は途中から書き始めてるんで、僕があの途中からあのパーソナリティになってるから枚数がちょっとね違うんですよ。で難易度も変わっている、かつアワードに時間を使いすぎ、制限時間非常に短い中で何度かあのやりこなしていきたいなと思っております、ゲストを呼びながらやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ちなみにですね、今年最初に書いた漢字は何かというと、あのこれなんですよ。怖い怖いなんですよ。超怖かった回がありまして、あのお笑いサークル小籠包のですね、あの同期と後輩を呼んだ回なんですけど、あの福田くんというのと、あの田中くんというのね、あの呼んだんですよ。であのこの田中っていうのがもう本当に俺をいじめることにかけてはあのもう相当能力者でございまして、まあ、怖かったっていう回があって、ここから始まってこんだけの枚数書いたぞということでね、やっていきたいと思います。じゃあ最初にですね、あの結構最近のゲストなんですけど、あのこの戦うという字をですね書いたあの回があるんですよ。このもうマジ戦みたいな感じの回なんですけど、あの来ていただいていいですか、こっちに。はい、もう結構最近なので2週前とかになりますが、はい、あのそこにじゃあマイクをお願いします。はい、もうあのちょっと踏み場がないんで全然あの踏んじゃっても大丈夫なんですけど、ということで、はい、あのあ適当につけていただいて、はい、まあ、あのさっき あのベストシーンがあったじゃないですか。ありました、ね、であの前の放送の時もあのその話がちょっと出てすごい気になってたと思うんですけど、かなりうなずきながらベストシーン拝見いただいたという感じですけど、歯食いしばって寝ろね、うん、それやなと思ったわけだ、やっぱり。思いました思いました、あ、納得しました。納得したんだ、あ、やっぱりその歯食いしばって眠れになりますけどあのそれ大事だと、男には大事、まあ、だ男女どっちもそうですか、やっぱり。ありますあります。あ、なんか、うん、別れてすごいなんか落ち込んで、はいはいはい、こう今までその会ってた時間とかが空いちゃって、そしたらなんか元彼に連絡しようとかは聞きます。でなんか友達の話とかそれ聞いて、え、なんでみたいな、前もう散々の別れ方してたのに、またそいつやべえやつじゃんと、そういう自分が傾いている時にこう惹かれてしまう相手というのが本当に好きかどうかってことですね、ちゃんと考えないと幸せになれませんよってことですよね。紙芝居、紙芝居みたいっていう感じでやっていきたいと思いますけども、なんか気になる字ありますか。ちょっと逆さから見ると何の字か分かんないんですけど、まあ例えばですね、今日はあのさっきも出ましたけど漫画編集者の彼が来てくれているので、ちょっとお呼びしましょうからね。はい、あの2段ベッドであの来ている彼ですけど、あ、じゃあちょっと準備をお願いします。はい、いやあ、はい、じゃあちょっといい感じにあの入れ替わりながらやっていくので、はい、お願いします。はい、でえ、はい、ということでですね、どうも、どうも。ちなみに、はい、はいはいはい、ちなみに君が来た時にはこれを書いたんだと思うんですよ。創作するみたいなことを、はい、でやっぱなんか魅力的だしでも難しいよねみたいな、まあそうですね、ような話だったと思うんですけど、はい、僕は漫画ですけど、最近はいかがですか、仕事の方は。もう最近は、すげえ簡単に言うと僕はあのバクマンみたいなことをやってるんですけど、そうですね、まあはい、そうですね、うん、もうその新人の作家さんで僕が才能ありだと、はいはい、こいつを信じるしかないなって見込んだ人に、はい、もう僕は君を信じてるから頼むぞっつって出てきて、うん、あ、もう最高に面白いっつってもう世界変えるぞみたいな、はいはいはい、そういう気概でやっていくのが最近はすごい楽しいんで。なるほどね、はい、僕がね漫画出した暁にはそういうふうに最初からこうなんかこいつだって接していくみたいなことから始める、もうなんか、うんうん、担当で自分がつくみたいなことも始まってるの、もう、あ、もう、もう、あ、もう見かけて、あ、
天才じゃんと思ったら、もう名刺渡して、はいはいはい、うん、一緒に漫画作りませんか、もう才能で惚れ込んだんでっていう、なるほど、あれやっています。じゃあ愛を持ってそれを育てていくということですね、はい、あ、もうそういうことですね。なるほど、はい、いやすごいっすね。それをこう見つけるっていうのは、はい、どういうところからその情報を、ね、あ、違う、情報の情じゃねえ、これ怠惰だ、ね、情報をね察知してね、はいはい、あのやってるんですか。常にこう気を配ってることとかありますか。まあ、例えば、はい、まあ、やっぱりこの昨今ではインターネットのあれによって、はい、もう誰もが発信できるようになったために、インターネットのあれによってね、はい、もうそういうピクシブだとか、はい、ツイッターだとか、ニコニコ星画とか、じゃあそういうところ結構見てて、はい、見ていますね、やってるんですね、はい、才能は余さずチェックしています。今そっか、なんかどういうやつをが自分がこうビビッときがちみたいなあります。なんかいや、どういうやつ、結構作品だけじゃなくて、うん、ああ人間もこういますね。だから作品だけじゃ分かんないんで、この先どんだけ伸びる か, ああかどれだけその漫画作りに対してこう真剣な姿勢なのかとか話してみて、 ね、どれだけこうアイデアがポンポン出てくるかなみたいなところも結構、なんかちゃんと創作意欲があって、あ、そうですね、なんか鋭い視点を持ってるかみたいな、ああそういうことですね。どうなんですかね。そういうことです、はい。ああ、じゃあそんな感じ で、あ、こういうね、ガンガンこの、あ、器がある、器の大きさをそういう遊び見定めている、そういうのが全然あるです、はい、でこれちなみにこの字を書いたのがですね、あのさっき出てくれたハッティなんですけど、もう一回ちょっと来てもらっていいですか。はい、ああ、じゃあ何、こ、交互な感じでいく、あ、その方がスムーズだね、うん、じゃあいいよ、言っていいよ、はい、つ、はい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 、じゃあね、あの急に呼ぶんで皆さん、あのお願いしますね。マイクがね、そこにはい、あるんですよ、はい。まあ、ちょっとね、綺麗に交換していきながらね、あのやっていきたいと思うんですけども、いかがですか、あの後で一発芸大会が始まってしまうのかみたいな ところもありつつ、まあ最近はあの一緒に仕事もしながら結構こう密接に関わっている相手というわけですけども、あのどうすか、なんかやっぱ病院でこうやってくってなんか大変なのかな、なんか全然イメージが湧かないんだけど、その普段、はい、まあ、実習って どういうことやるの。実習はまあなんか患者さんに会って、うん、はいはいはい、本当にお医者さんみたいに問診して診察して、ああ、まあカルテ書くみたいな、本当にまあおまが、おま、噛んじゃった落ち着いてくださいね。おまごとじゃないですけど、まあそんな感じでお医者さんのロールプレイみたいな。なるほどね、はい、え、ギャグはやったりする。ギャグはやったことないですね、まだ。まあね、こうギャグによって人を癒すこともできたら素晴らしいですよね、はい、うまいです、ね、なんかそういうその、まあ、環境を揃えながらあの、まあ、やってるわけじゃないですか、あの実際の働く場ということで、はい、なんかこう、あ、自分ここで働くんだなってイメージつく感じですか。なんかまだ僕はなんか、うん、決めらんないですね。決めらんない。でも精神科とか結構ちょっと面白いかな。ああ、面白いなって感じするの、はい、なんか、まあ、精神科っていうとさ、なんかちょっとやばい人がたくさんいるのかなみたいな、はい、適当なイメージあるじゃん。そうですね、うん、確かになんか他の病院とか行ったりすると、うんうんうん、なんか本当に5歳の時からなんかずっと病気で、あ、なんか統合失調症っていうんですけど、はいはいはい、ずっといるみたいな人はいるんですけど、結構病院とかは、なんかその会社とかで、うん、なんかその、まあ、いじめじゃないですけど、あ、なんか鬱になっちゃって来ちゃったりとか、そういうなんかそういう人が結構多かったりするので。なるほどね、はい、結構相当配慮が必要なんじゃないですか、一緒にいて確かになかなかやっぱ、うん、なんて言うんですか、言う言葉を間違えると結構、うん、あ、そうね、終わっちゃうじゃないですか。やっぱこう自分と異なる状態にある人だと思うので、はい、なんかその辺をね、うまく、まあ、複眼的なこう姿勢でというかね、うん、そうですね、あの接し方考えなきゃいけないんだろうなっていうふうに思うんですけどね、はい。じゃあ次にですね、まあ、複眼じゃ複眼なんですけど、あの、まあ、ちょっと新しい世界をあの作ろうとしているあのおしゃべり中の あ, のあなたですよ、ちょっと来てもらっていいですか、はい、もうあの現実世界なんておさらばだと、あの もう一つの世界を作っていこうとい う,、はい、こう新たなテクノロジーを使いながら、あ、 どういうこと、うん、座って、はい、座って怖っ、うん、もうルールとか関係ないんだもんね、お前は。
はい、いかがですか、そのもうすごい生き生きしてる感じ、はいはいはい、前出た時はさやっぱ、うん、こう次どうしようみたいな感じの雰囲気だったけども、はい、今もうだってやることも決まり、うん、だって久しぶりに会ったらもう本当にただの VR の人みたいな感じになってるんですよ、もう完全に中の人、うん、ねえ半年前ここに出た時はちょうどニートで、うん、この先どうしようみたいな状況で出てましたから、ちょっとね、若干怠惰な感じの雰囲気も出てたわけですけど、うん、仕事辞めた直後に誘われて出て、うん、でまあこの先どうしたいか分かんねえみたいな感じで、うん、じゃあ内心ちょっとねドキドキしてるところもあったわけですよね、そうっすね、はい、この先俺食っていけるんかなみたいな、はい、そういう状況でしたね、はいはいはい、で今はどうなんですか、打って変わって今はもうこのイリュージョンってとこで、うん、まあ、VR 属して新たにそうです、まあ、VR 彼女っていうのを制作に携わってるんですけど、まあ楽しいですね、楽しい、まあ楽しいです、楽しい、やっぱそれはどういう感じなんですか、うん、こう新たなことを知ってそれが楽しいみたいなことなのか、うん、なんか新たに作るみたいなことなんですか、全部楽しいです、あもうあそう全部困ったね、なんだろう仕事中も本当に、うん、まあそのさくらちゃんって言うんですけど、さくらちゃん、さくらちゃんのおっぱいをこう動かしたりしてるんですけど、おもう画面でこうおっぱいを見てて怒られない職場ってうちしかないんじゃないかって、うん、そうだね、うん、そうだね、まあ楽しいですね、うん、そういう意味では、うん、もうだからその現実世界にそれが入ってきてるわけだもんね、それが食い物なわけでしょ、そうですね、食い物っていうかさ、うん、それでやってるわけだから、うんうん、どうですか、でもなんか実際そういうのがね、うん、はびこりすぎてこう本当の生殖活動の方が大丈夫なのかみたいな日本今後 VR がさ、はい、うまくいきすぎたら逆にどうなのみたいな話もあるじゃないですか、鋭い、ね、繁殖していけるのかってことですよ、繁殖、はい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 、ね、それはもちろん、まあ、僕らが VR でそういうエロゲを作ってるっていうと当然みんな言ってくることでして、うん、言いますよ、それはね、まあそれに対して僕はふざけんなよと言いたいです、ふざけんなよと、はい、いえ、じゃあ、まあ、そもそも、ええ、そもそも、うん、そのセックスしてるカップルって大体否認とかしてますよね、うん、それってすなわちセックスっていうのはもうなんかその子孫繁栄、はい、セックスの本質は子孫繁栄ではなくて快感であったりその、まあ、人間同士の関係であったり実はそっちに本質があったってことをもうみんなうすうす気づいてるはずなんですよ、でそんなこと当然のように毎日やってる人たちに言われたくないっていうのが割と本音 で、でそっちを追求してる俺らはむしろ君たちのやってることの、うんうんなんだろう、まあ、より追求してあげてるんだよっていう、はい、そういう感じですね、でかつもう一個言わせてもらいたいのが、まあ、そんなのでもし子孫が子供を産む人が減るって言うんだったら、うん、減っちまえと、おそんなエロゲに取って代わられるような恋愛をしてたのかお前らはと、おそんなもんで取って代わられるぐらいなんやったら多分その先のハードルを超えられないようなしょぼい恋愛をやってるぞてめえらと、あだから置き換えられてむしろ幸せなんじゃないかと、うん、僕はそう言いたいっす、あ結構つけ入る隙のないようなもう全力のね、うん、あのお話だったわけですけども、はい、やっぱこうなんかもうあでやかな結構女性の VR のなんか画像とか、うん、自分で作るわけでしょあれ、あ、どういうところを特にやるわけ、まあうん、ゲーム開発の現場って大きく分けて2つあって、はいはい、まあ、プログラマーとモデラー、うんまあ、グラフィッカーといったりするんですけど、まあ、そういうキャラクターの造形を作ったりする人と、はい、あとプログラマーはそれをプログラミングのコードで、うんまあ、キャラを動かしたりするっていう人がいるんですけど、はい、僕はそのプログラマーの方なんで、うん、あんまキャラの造形とかには関わらないです、ね、じゃあそれを動かすみたいな話とか、そうですね、実際使えるようにするっていうところなんだ、うん、あとまあ触るとどういう声出したりとか、あはい、というわけでもうあなたには王になっていただきたいということでね、以上にしたいと思います、次ですね、この失うっていう字を使ったのがですね、実はジョー君の時なんですよ、実はまあ、その放送で来てくれた時にちょっと前に別れたみたいな話とかもあってですよ、そこに、まだ食べてる、うん、それちょっと持ってもらいたいんですけど、はい、その後いかがですか、あその後ですか、ええ、いやねもう今日のね話を聞いてですってですね、はい、とてもね心に刺さっております、いろいろと刺さるんだ、いろいろと今日のやっぱりこうずっと流れてるテーマとして、うん、やっぱり歯食いしばって寝れというのがありますよね、自分も律して行けと頑張れということだった、それのね、はい、ちょっとかなり来て僕さっき、ええ、
はい、葵さんが、はいはいはい、あの葵さんじゃヘルメさん、あのさっきのベストシーンの、はいはいはい、あのそのスッと入り込んでくるのが、うん、あの保育士と、うん、あのまさか看護師っていう、あれやつあるじゃないですか、あれね実証実験しております。ありがとうございます。いやいや僕はあ違う、あのあれです僕ね、あの、うん、実際まだその付き合ってはいないんですけども、あのその後ですね、この秋ぐらいからにかけてですね、はい、僕今出会い系アプリをですね3つぐらい回しておりますね。はい、回してんだ。回しております、うん。でですね、やっぱりそこら辺でね、うん、あの表示される方はですね、うん、まあ、大体で僕の統計で言いますと、これ6割が、うん、看護学生か保育士でございますね。これね、あ、そう、はい、なのでですね、うん、これはねかなり、先ほどのは的を得ているなという、なるほど、今思い、もうつれづれなるままに誘い誘われている時にこう実証が進んでいったと。なるほどね。すごいな。あ、じゃあ実際こうやっぱ歯食いしばるタイミングなんだ今。そうですね、自分としても。だから僕はもう、あ、これは僕歯食いしばらないといけない時だったんだなということをですね思いつつも。そうなんです。いや、そうなんですよ。そうか、 VR はいいんだ。VR 食いしばらないで塗れるか。あ、そうね。とても、はい、VR をどう、VR、いや買ったらどうですかっていうことを言ってくださって、実際で、そうですね、もうあの先ほどもね体験させていただいて、はいはい、もうなんか、あ、これがあればと、うん、これがあればもう僕はそんな、うん、あの、うん、あれをしなね、よし、分かった、いいと思ったんですけどもですね、はいはい、完全に心にぶっ刺さってるみたいなので、ぜひあげるか貸してあげるかちょっとしてあげてくださいね、あのこのジョー君に。はい、ということでありがとうございます。はい、じゃあ次ですね、まあなんだ、すげえ、サッカーの話をしてくれた方ですね。あ、ちょっと今もうすでにこれぐらいになっちゃってて、逆に使いすぎて困ったみたいな感じになってるんですけど、はい、お疲れ様です。はい、あれだったじゃないですか、フロンターレが優勝。 あ、その話をしますか。ごめんなさい。いや、いいですよ、うん、結構いらんみたいな。いやいや、まあまあまあしょうがない、うん、しょうがなかったんだ、ちょっとね。はい、フロンターレが優勝しましたね。はい、いやでもまだ天皇杯が残ってるんですよ。そう、うん、で天皇杯で優勝すれば、はい、そのアジアチャンピオンズリーグっていう、その ACL っていう、今年浦和レッズが優勝した、はい、そのアジアの頂点にこう挑める戦いはまだチャンスがあるんで。なるほどね。じゃあそこまでは。そうなんだ。まだ今年は終わってないですね。逆に聞きたいんですけど、こう家でね、自分のマリノスを応援したことあります？家ではないですね、うん、ないですよね。だからずっともう外に行ってるわけでしょ今年は。一試、うん、アウェーの3試合以外は全部。マジで？遠征も含めて。マジで？それ以外は全部行きました。ちょっと北海道と、うん、広島行ったな。北海道、神戸、うん、あと新潟が行けなかったんですよ。それ以外は全部行きました。一番遠いところだとは鳥栖なんで、佐賀ですね。佐賀に。あ、でも地元が、地元っていうか、はいはいはい、生まれがそっちの方なんで。ああ、そうなんだ。まあまあホテルは困らない。ああ、なんなら行けちゃうぞという感じなんだ。まあこれだっていうなんかシーンとかありました？こうサッカーの中でこう特に自分がこうこれは良かったな、ありますよ、感動したなっていう。マリノスですよね。マリノス。そりゃそうでしょうよ。何月か忘れたんですけど、アウェーのガンバ戦で、ガンバ戦でちょっと、はい、映像がないんであれなんですけど、はい、前の放送でも言ったんですけど、斉藤学っていう選手が怪我をしてしまったと、はい、してたね、うん、でその怪我をした斉藤学に代わって、うん、みんなチームでちょっと頑張っていこうみたいな、学が帰ってくる場所をちゃんと作ろうって言った、はい、その挑んだ大阪での試合だったんですけど、はい、そこで今まで今年20になった選手がいるんですけど、うん、遠藤啓太っていう、はい、その啓太今までずっと点を決めれなかったんですよ、うん、すごい若手で育てられてたのに決めれずに、うん、すごい流暢なんだよね。なのに、うん、その学ぶが出れなくなったその次の試合で、はい、初得点、はい、リーグ初得点を決めるっていう。俺が引っ張っていくぞと。そう、
新しい風を あれだよね、俺らが見に行った時もさ、そうです、入れてましたね、あの実はオウンゴールじゃなかったってやつ、なかったっていうやつね、ということで、あの今年はチケットをいただいたりして、あの本当にありがとうございました。見に行くみたいなこともありましたし、こう来年も ね、 ね、ぜひいろいろ試みをしていきたいなと思いますけどもね、はい、はい、ということで ありがとうございます。ぜひ来年も、あのまだ呼ばれてないっていう人は、まあ、葵はすごい喋ってる、じゃあ武田に戻そうかな、じゃあちょっとそのままいてくれる、はい、はい、そのままいてもらってですね、はい、まああの武田くんといえばこうちょっと、まあ、徳があるかどうかでいうと若干怪しい感じのキャラクターで、まあ、まだあの、はい、視聴者にはバレてないかもしれないけど、あ、そうですね、あれだと思うんですけど、あの今日もなんか子供をやめなさい、それは、え、何何、いやいや、小さい子供、うん、赤ちゃんを見ると、うん、あの、うん、まだ柔らかい頭の時にこう親指でこうグッて押したらへこむと思うんですよね、うん、それちょっとしたくなるんですよ、うん、マジでやばいよね、マジでやばい、背縮むんじゃないそれって、いや背とかじゃないんだ、頭だから多分なんか脳が、脳が死ぬみたいな感じなので、怖い、絶対 しないですけど、なんか、はい、なんかしたく、うん、なんか聞かないで、いやいやもうドン引きですわこいつは、ね、やっちゃいけないことしたくなるなんてことありますよね、皆さんもね、あの、はい、あると思うんです、はい、ちなみにこの2人と僕でやった回があるんですよ、あ、そうですね、はい、ありました、あのヘルメが来れなくて、あ、でサッカーの話を出してくれてっていう回があったんですけど、あの、まあ、3人とも結構こうあのワークショップとか で、 そうです、ね、で最近はあのもう勤め始めてたという、そう、お勤めしました、ね、耳くりデザイン、そう、勤めました、はい、いい会社、どうもどういうなんか仕事を、あ、私の仕事としてはもう映像関係で、はい、うん、まあ、そういう感じです、映像関係、いろんな映像コンテンツを、はいはいはい、リフレクションムービーみたいな、うん、リアルタイムイベントのね、した後に、うん、なんか今日良かったね感を出すようなまあその辺はその雑談まとめ方で、いろんなあると思う、皮肉りデザインではない、ここはでもっていう感じですけどね、それあるのだろ、ね、あの、そんなつもりは、そんなつもりはなかったんですけどね、はい、そんな感じでございますね、はい、じゃあちょっとヘルメに来てもらおうかな、はい、はい、まあ、青いたくさん出たし、いいよ、うん、あの、さっきの歯食いしばって寝るの人、うん、たくさん出てる、はい、はい、まあ、あの実はあの動画を撮ってくれみたいなことを交渉し始めたりもしてるのでね、あの、そういうこと、一緒にやれたらなとか思ってるんですけども、はい、あ、そうなの、あの、だって休憩時間なんですよ、うん、あ、 OK、 でもあれじゃん、あ、ごめんなさい、はい、ということですね、あの、まあ、あと1枚になったので とりあえずちょっとヘルメ、ね、来てもらってですね、あの、まあ、今年の締めな感じになりましたよ、ああ、はい、いやー、まあ、最後はあの R1 グランプリ、ああ、最後ですか、 R1 があるからちょっと、うん、残せる あるかなとは思ってるんだけど、さすがだね、うん、さすがね、はい、まあ、やってまいりましたよ今年も、そうだね、長いこと40、50回弱ぐらいだね、はい、もう本当に婚姻矢のごとしだな、マジで矢のごとし、マジでね、いや早かったよね、早かったね、いやでもね、俺も早いなと思った、じゃあ去年の今頃どうだったとか思うと、いや、いろいろあったなっていう気はする、いろいろさ、こう上げてくれたじゃない、私の変化を、あ、3つね、はい、なんだっけ、お金使うようになった、ファッションが良くなった、これもあのまたあの貸してもらってるやつだから、これもう本装はもう基本的にもうなんかもうちゃんとしたやつでいこうみたいな感じになって、あ、そうなの、なんかそうそう、だからね、いいよね、なんかすごい今年の変化大きいじゃない、大きかったなと思ったよ、なんかこう振り返って見ててね、前回の忘年会、まあ、でも殻が破れたかっていうと、そのなんか均衡を破るようなタイミングっていうのはまだかなみたいな気もしている、まあそこはね、そこはやっぱそう簡単にさ、はい、人生積み重ねて作ったからだからさ、まあ、難しいだろうけどさ、まあでもなんかこう占いね、ま、前の1占いしてくれる感じね、これね、そう、でも前の1年、はい、前の1年はなんかこうなんかまあいろいろあって、うん、フリーになってみたいなとか、東大の学校が最後面白くなくなったとか、
こうなんか違和感がこうなんか違和感がはっきりしてこう自覚できてこう動き始めたみたいな感じが起きてるのがやっぱなんか今年振り返ってて面白かったなと思いましたよ。すごいね、見てるね、見てるねっていうか、まあ1週間おきに会ってるからね我々も。そうだよ、うん、俺はね、ヘルメはね、あ、どうどうどう、あのもう日によっての、 あの入りのテンションの違いがやばくて、この前のさやちゃんとあの2人でちょっと引いてたんだけどさ、こいつ大丈夫かみたいな感じだったもんね。そう、闇抱えてる人なんじゃないかってさやちゃんが心配してて、あ、本当、あのここに移る時にはある程度こうこれでもね、あのエンジンをさかけてくるんだけど、ある程度のところゾーンまで持ってる、ねうん、結構忙しくしてるんでしょ。だから最近、最近はね、忙しいね、うん、忙しい忙しい。で、あの、まあ、あのプロデューサーさんが言ってたのが、あのもう出る人によって全然テンションがあいつは違うのが、もうもうそれが芸のうちみたいになってんなっつって言ってましたけどね。なるほど。まあまあまあ、まあでも、ね、テンションの上がったシーンいくつもね、あの、いやいや、やっぱり選んでて面白かったじゃないですか。いや、もう他にもね、うん、やりたいのはあるの。あのね、この時の、この女性、あの女性がゲストの時限定にして、はいはいはい、ベスト3の、はいはい、この時すごいいいねっていうベスト3っていうのを勝手に作ってたんだけど。あ、マジで？そうそう、勝手になんかもう、もう、こうやってあのもう 秒レベルで動かして、ここ、これ、この表情みたいな。キモいね、いいね。それちょっと別の回でやりたいですね、そんなだったら。そうね、はい。そんな、ということで、そう、ね、もしできるんだったら R1 をするんですけど。あ、いや、まあ、まあ、準備難しいんじゃない、さすがに。厳しいかな、厳しいかな。まあね、また今度はあの R1 グランプリは開かせていただくとして、じゃあ来年も組んどこう。そうだね、プログラムに来年の忘年会が、あの有吉くんが今回来てくれてないからあれだけど、有吉くん、あのオチケンでね、いや本当に面白い一発ギャグ、あの上のスープをかき混ぜるやつ、ノールックで、あの、だるま落としする人みたいな、あった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 、クソ面白かったけどね、あれ、うん、やっぱりあれはなんかもうちゃんとしてたよね、ちゃんとしてるから、もうあのプロの域、あいつ出しちゃったらちょっと優勝しちゃうんであれだと思うんだけどね。確かに確かに、はい、ということでございます。じゃあ、あのさ、最初司会にいてくれたあの2人、おい、 VR にハマってる場合じゃねえぞ、おい、じゃあ、あと絶対やりたい、戻ってきてください。はい、ちょっと締めに移りたいと思いますけれども、はい、ありがとうございます。戻ってきて、現実世界に。あ、やばいやばい、うん、やばい、入りの俺になってんじゃない、ね、お前の入り状態、入り状態、もうこのたくさんの書道が今年のね。で、あのちなみに途中からこれをあのちゃんと書き始めてるんですよ、毎回毎回。そう、だからそれもあの注目してあの見直してみてもらえるとね。実はね、遊んでるんだよね、うん、ここでね。そう、あの弱いものほどドリブルをするとかね、あのありましたけどもね。僕が書いてます毎回。はい、1回だけあのピロリちゃんがあの書いてくれて、あ、ずっと自分で書いた字をもうなんか、あ、あるよ、あ、った、うん、ずっと自分で書いた字を本当に売れるわっつって言ってましたけどもね。はい、ありがとうございました。今日はあの変な振りで最初、あ、すいませんね、やりましたけども、やっぱ杉谷ヘルメの凄さが分かりましたね、やってみて、ね、これ難しいことやってるんだなと。慣れはあるけど、何今日お蔵入りしてるけど、ああ、そのやっぱ女の子っていいなっていう、どうしたどうしたどうした、おい、今のさ、今の間合いってさ、あのこの番組がどうのとかさ、あの今後こうしていこうみたいな話が来る、あれじゃない、どうしたの、まあいいよ、もう続けなさいよ。いやでもそう、女の子がどうした、本当にこの萌え子の会もそうだけど、あの、あとなんだっけ、あのすっごい、うん、おばあちゃんとおじいちゃん好きな子でした。ズーちゃんね、よく知ってる、ズーちゃん、全然あのいいよね、僕らがやってるあの講座にね来てくれてる、そうそうそう、あのコーラでも、なんかなんていうの、こうやっぱ紹介していってるのはさ、こうやっぱりこうなんていうの、こうピーンっていう面白さじゃん、はいはいはい、こうわー面白いっていう、わー面白いっていう、そうだね、面白さなんだけど、アワードではね、あのね、うん、女の子たちのじわじわ来る良さみ、うん、あー、よさみがじわじわ来るんだ、女の子の場合なんかね、あのじわじわ忘れてた僕の大事にしたい価値がじわじわ浮かび上がってくるよさみ
これがあの女の子がゲストの時にちょこちょこあるのよ。わかんない。これをね、でもね、ただね、紹介しようとするとさ、うん、切れないの。全体としての作品だから。それは確かに。なんか今回それでね、ズーちゃんとかちょっと、あの、あと杉谷のあの建築のなんだっけ。あ、さっちゃんね。さっちゃんとか、あの、なんだっけ、特撮のね、好きで建築やってる子のね、やつとかもね、いやすごいいいなと思ってんだけど、いや切れない。っていう気持ちだったね、今日は。2時間見てほしい。そうそう、2時間ね、もうそれだけこう、あの、パックにしてあげるから。いやいや、ぜひね、あの、見直してもらいたいなって気持ちで結構あの切り取って出したりしてるので、うん、あの続き気になるっていう方はぜひね、あのどの回だったかなってちょっと見てもらえたらと思います。あ、で、あのもう視聴者代表としてもあの相当な本数見てくださって、はい、どうですか今年は。いや今年豊作が、うん、あ、そう非常になんかだんだんゲストの選定が上手くなってますよね。 あらあら、あのもう今日もいらっしゃってますけど、まあ、千代田さんとかね、あれなかなかいないですよ。 あれはすごい。あれでもやっぱりグッドシングスってコーナーがもうもう終わってもいいかなと僕は思いましたね。あの新しい概念を生み出してしまって2段ベッドね、今回の1位で ね、もうねちょっと一回終わりかなっていう気がるかな。もう一回グッドシングスの殻を破ってまた新しい、あと紹介されませんけど、あの、あの鉄鉄に貼り付けるとやさじの身になるやつ、いや、ね、新しい骨董でしたっけ、うん、ね、そう、あの葵くんのグッドシングス、ね、あのね、3位に入ってないのもね、うんうん、あるんですよね。じゃあちょっと新しいコーナーをね、あの、はい、考えていくて、期待しております。今後もいや、ちょっと一緒に来ないといただきたいって感じですけどもね、はい、よろしければ、はい、よかったと思いますね。あと、まあ、あのゲストの方はですね、僕が本当にあのさ、そう、本当にコツを掴んできたところもあるんだけど、あの あいつもしかしたらみたいな、結構古い友人とかもね、うん、はいはいはい、取ってくるようになってるので。あ、なるほど。ただね、あの結構俺側に偏りすぎてるので、うん、あのヘルメ君の方の、ね、今年人間も杉谷の紹介が多かった気がするので、ほとんど俺だったよこれは。うん、確かに全部俺振り返って、そうだよ、振り返ってあのエクセル作ったけど、もう全然お前ばっかり新しい人と友達になっていってるけどさ、俺もやっぱり広げていきたいじゃない。そう、ね、これやって人をね連れてきてくださいよってことで、はい、あの何だったら皆さんもね、あのこいついいんじゃねえかみたいな人もね、また紹介していただきながら、ね、なんかそういうのも増やしていってもいいよね。そうね、あの本当次は毎週なんか誰呼ぼうかなって迷ってますもんね、なんか困ってたり、まあね、するのでありますから、紹介してもらえると嬉しいのかなと、早めにやっていけたらと思います。ということで、じゃあ最後はあの そっちの方もちょっと映してもらえたりしますか。あのずっと見てくださってましたね、ちょっと、ね、感想、はい、見てもらってましたけども、これまあでマイク伸びないか、そこにあのあ手元マイクがわかるかな。あ、ありますね、はい、ちょっとじゃあ青井リポーター感想、はい、感想どうですか。そうですね、ちょっと一発ではやっぱ考えてこなかったっていうのが今日の敗因かなと。すいません、僕も言い出してて全然しないっていうクソプレイかもしれません、すいません。じゃあ、あのベストシングスの頂戴、はい、ある賞をいただいてありがとうございますっていうのと、まあ、この他の人々のやつを見て、そのなんだ、ちゃんと見て、でなんかせっかくだから、まあ、さっきあの VR のあの人とは、彼とは林子さん、あのそうそう、ちょっと僕がその漫画とかやってるっていうのもあって、なんか VR とか一緒になんかできないかなみたいなのがあって、先ほど名刺交換をさせていただいたんですけども、そういった形でこうみんなでこうさらにこう化学反応的に面白いことができたらもっと面白くなるんじゃないかなみたいな、ちょっと先に総括しちゃって、完璧なまとめ入りましたね。はい、やっぱり僕も VR やってて、なんかいろいろこんな感じで興味持ってもらうこともあって、まあ面白い人がこう集まる場っていうのはすごいいいなと思います。面白い人同士の化学反応ってすごいすごいものが生まれると思うんで、だと本当に、まあ、僕が出た時スギアンとヘルメさんにまあ MC やってもらって、本当になんか僕の中のヤバさみたいなのを引き出してくれて感謝してますし、この調子でどんどん引き出していってほしいなって思います。はい、順番です。まあ、なんか総括としてすることはないんですけど、まあ、年末は多分寂しくなりがちなので歯食い縛って寝ましょう。そうですね、やっぱ皆さんちょっと楽しくて、僕も VR ぜひあのユーザーとしてあの使わせていただきたく思いました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。現場の皆さんね、ありがとうございました。触れてあげて、はい、ああいう小ネタが好きなんで、
はい、じゃあ、 長々お付き合いいただきありがとうございましたということで、まあ、今年ですね、実はクリスマスも一応やるんですよ、ちゃんと生放送で。僕ら歯食いしばってる組なので、もう生放送、そう、歯食いしばるついでにもう、うん、あ、放送しちゃおうっつって、そう、イブだけどね、ギリギリ言わせながら歯を、うん、別に相手いないし、ね、相手いないしまだゲスト決まってないので、まあ、それ決まらないよ、来てくれるんですか、それはみんなだってなんか誘いしない、もしかしたらジョー君と一緒に歯を食いしばるっていう形いやいや、VR に浸ってるから VR 最高でしょそれがダメなんだ。あ、なるほどね。アプリで24日のあの人をあの見つけちゃダメだから。あの3人、ま、あの3つのアプリ回してるやつ。回してるやつはダメだから、多分さすがだな。ここに引きずり出してきた方がいいと思う。さすがだな。そっちをキャンセルしてもらってね。いや、まあでもそこは楽しんでほしい。あ、そう。逆にね、やっぱ若いうちはさ、いいんだよ。あ、そう。うん。あ、そう。ただ子供できちゃったりとか、そうね、相手に既婚者だったとか、それだけは気をつけてほしい、本当に。分かった、うん、はい、ということでございます。はい、まあ、残り微妙に余ってるんですけども、まあちょうどいい感じになりましたので、うん、タイヤさんとかどう思ってる、来年の抱負、はい、来年の抱負、杉谷の内例の抱負は、来年の抱負か、来年の抱負なんかあるかな。まあ、いや、戦っていきたいとは思ってる。そのさ、言ってくれたじゃないですか、その殻をっていうね、殻を破るみたいな。な、結構今ね、海の苦しみみたいなところね、来てる気がしていて、この1週間ぐらいがですね、結構薬日が重なる薬週ぐらいになってても、わ、すごいね、うん、結構来てるんで、まあ、負けずにね、戦っていきたいなっていう気持ちはありますよ。なるほどね、はい、あ、もうなんか別にいいんだよ、これで選ばなくてもいや、なんか、うん、つれづれなのかなとあるけど、はい、なんかありますか。あ、放送の方法を、ね、聞きたいですね、ファンとしては。そうだよね、来年はどういった放送にしていきたいのかと。そうだよね、まあ、なんかパーソナリティがずっと2人なので、そうそうそう、ちょっとローテとかなんかちょっと挟んでもいいかなみたいな話とかも、忙しみとかも出てきてるから、うん、特に君がね、だったりするので、まあ、それは考えようって話と、さっき の、 コーナーをね、はいはいはい、グッドシングスもういいんじゃねっていう話とか、うんうんうん、もっととかね、こういうのとかねっていうので、それも本当にニーズぜひいただきながらやりたいなと思って、僕らももちろん考えるので、皆さんアイデアだったりとか、まあ、ちょっと断片的なね、こんなんみたいなのでもいいんで、いただけたらと思います。ゲストもなんかこういう人欲しいみたいなとかもあれば、なんとか探しては来るので、そういうこと言うと、タイヤさんがとりあえず可愛い子を呼べみたいなことを言いそうな気もしますけど、ね、大事です、ね、大事大事大事、一応僕はペース考えてます。まあ、今日ね、あんまり女性の方は来てくださいませんでしたがなるほどね、いやでもそうだよね、最近こう、うん、ペースが、いや一応コンスタントに女性の方も、最強の男性かなみたいなね、お前は楽しんでる場合じゃないお前はっていう話でね、お前はどうなんだ、だから、いやでも、はい、やっぱり、うん、金曜日に僕トークイベントがあって、うん、はいはいはい、まあ、なんか仮面の人とやるやつね、そう、仮面作ってることをトークイベントやって、なんかもう能楽、来てるお客さんも能楽師とか、うん、まあ、仮面、別で仮面作ってる人とか、まあ、なんか東大で思想史研究してますとか、なんかちょっとなんか変な人が、まあ、はい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 、わーっと仮面屋さんとかね、こうわーっといて、うん、まあ、なんか最終的に切れちゃったのね、ちょっと怒っちゃったの、あ、そうえ、うん、プチって、そう、なんか、うん、その俺が、俺は、うん、俺悩んでる時ってさ、うん、みんなだからさ、さっきのテンション低いとかもあるんだけどさ、うん、こう悩んでる時ってさ、なんかこういう風になっちゃったりするの、うんうん、したらやっぱさ、トークイベントのさ、うん、前に立ってる人がさ、うん、こうやってるわけよ。ああ、そうだよ。それだ、うん、どっちかってダメ、10分15分ぐらい。おお、そうそうそう。だから寝てると思ってる。おお、いや、思い得るよ。で、こう、うん、なんか寝てるみたいなことを、うん、こう言ってくるのよ、うん、観客のね、質疑応答タイムで、うん、いや、寝てねえと。いや、俺は俺なりに一生懸命考えてるスタイルであって、そっちに引きずり出さないでくれと。
言う。あのどうやらヘルメ君はあのここでじっと考えてあの何も喋らなくなるっていうスタイルについては全くあの改善するつもりはないということなので、むしろむしろらしいので、あの それをねあの加味しながら僕もこれまで以上にファシリテーションをね頑張っていきたいと思っております。来週も、来週じゃねえ、来週もよろしくお願いします。お願いします。来週もお願いしますけどね。はい、ありがとうございます。はい、本当にもう